選手権。さあ、芸能人のしりとり男と女でございます、芸能人の名前でしりとりやっていってください、ただし男性タレント女性タレントの名前を交互にしりとりでつないでいってください。時間は1分間、全員で協力してやっていただいて OK ですが、審査員が名前の知らない人を言ったらアウトでございます。そうなの？審査員誰なんですか？あなたですか？あなたですよ。はい、はい、グループでも OK ですが、女性だけ、男性だけのグループに限ります。スナップモーニング娘。でございますね。はい、それでは参りましょうか。あいちゃん、しりとり得意ですか？しりとりはあまし、あまりできません。ちょっと待ちいいな。頑張りなさいよ。出た、あんまりやる。ボール出ちゃったから。はい、またか。じゃあ引いてもらおうか、あやちゃんに。はい、あやちゃんお願いします。最初の一文字決めてください。何ですか？むです。む。それでは早速用意スタート。村田秀夫。お、今度は女の人でいかなきゃいけないの？小川典子。こ、男？男でこうない？なんか小室哲也。や、女でや、や、八代亜紀。きで、きでどっち？男。きで男？ききで男。きで男。き、木村拓哉。や、や、や、やで女。やで女？や、やいだひとみ。やいだひとみ。あ、よっしゃ、よっしゃ。やいだひとみ。み、みかけんいち。女？ごめんなさい、男？大丈夫ね。ちで女？ちで女。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 ちで男。み、三浦友和。ずで男。あ、女。ずしまった。ずすじゃダメなの？ず。あ、違う違う。あ、ず、ず、ずですよね。え、ずってダメ？グループ。ズー、あれだって男女走ってるもん。ズーで女、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 ズーで女。うわ、しまった、しまった。ズー、ズー、ズーで女ない？なんかあやちゃん、ズー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 トルビ、ズートルビ、男のグループ、ドガン。ズー、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 ズー。やっちゃった、私やっちゃった、あんた、私やっちゃった。9。ちなみに月火の記録は、やってもた。ずっている？13か。ずーで女、男。点々ついたら点々抜きにしよう。しまったな。今度からもう一回やる？1分間やしね。もう一回やりましょうよ。ね。嘘。ちょっとだって9は恥ずかしいわ、私。あやちゃんに悪いもんなんかね。あやちゃんだって全然喋ってないもん。ね。ね、もう一回行こう。はい。はい。誰ですか？何？スーです。スー？もう微妙やわ。スーね。はい、いきますよ。よーい、スタート。ス、鈴木大地。ち、ち、ちで女。ちで女。ち、ちわき、ちわきまゆみ。あ、さっき言ったのは、言ったのはダメなのね。ちわきまゆみやもんね。まゆみ。み、み、みで男。み、みかけんいち。ダメ？み。ダメ？み。みかけんいち。ちでお。ち、ち、ちで女。ちわき。ちわき。うまい、うまい。き、き、き、き。き、きで男。きしもと。岸谷五郎。岸谷五郎。お、お、う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 で女。う、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 うつみみどり。り、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 りで男。り、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 とん、り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 んごスター。りんごスター。た、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 たで女。た、女、女、女、いるいる。た、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 滝沢、た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 、田村直美。田村直美、うまい。み、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 みで男。みで男。みかけいち。み、み、みうらとも。みうらとも。みはしみちや。え？古いねん。いいじゃん、なんでも。何個でした？ 9 個。急なのよ、私たち。もう一回できへん。もう一回できへん。もうや、時間だ。あー、やられた、急か。なんかすごい頑張ったのにね。すっごい頑張ったのに。リンゴスター出ましたね。すごいとこ行きましたね。リンゴスター素敵よ、あやちゃん。1時間ずっと黙ってたけど、寝打ちあり。リンゴスター、リンゴスター効いた、パンチが効いてた。ねえ、よかった。9個か、ちょっとまずいな、ちょっと心配な。まあでもね、うちあのほら、優勝もできた可能性もあったんですけどね。そうでしたね。ちょっと心配でございますが。難しいですよ、これ。ベベは嫌やな。なかなかね。はい。でもね、あの、しりとり苦手言うと、すごい頑張ってくれましたよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、このまま引き続き、藤本あやちゃん、一緒にやりながら、12時までお送りします。10時からね、やってます。俺たちやってますが始まりますので、ずっと聞いていてくださいね。あやちゃん宛てのファックスなんかもどんどん送ってくださいね。あやちゃんからも一言送ってねって言ってみれば。送ってね。ちっちゃい声が。もう一回。送ってね。はい、よくできました。
コーヒーにスジャータ。スジャータが10時をお知らせします。やっほー、藤井隆でございます。10時になりました。今日ですね、私この前の仕事でですね、フォルダー5の皆さんとお仕事をご一緒させていただきまして、かわいこちゃん5人組でございますがね、お子さんなんですが、番組上私の誕生日が近いみたいなところで、仕込みじゃなくて本当にひかりちゃんという子がですね、ケーキを焼いてきてくれまして、本当に嬉しかったです。残りちょっと持ってきてますんで、後で皆さんと一緒に食べたいなと思っております。フォルダー5の皆さん、新曲ね、今うんって言わへんかった。いや、私必死で喋ってないちゃうね、うんって。タンからだろあなた、タンが絡んだろ、ね、ごめんなさいね、ちょっと絡んだろね。はい、参りましょうか。よろしいですか。せーの、俺たちやってまーす。改めましてこんばんは、吉本新喜劇藤井隆と林原めぐみと藤本彩です。よろしくお願いします。誕生日いつだっけ。僕ね、3月なんですよ。全然先なんですけど、一応ほら、収録で、そうなんです。美味しいチーズケーキ焼いてくれはってね、ちょっと一緒にいただきませんか。嬉しいですね。嬉しいですよね。忙しいね、あんな人らがよう前の晩に焼いてくれて本当に嬉しかった。なんかほら、ようね、なんか自分で作ったんですよとか言いながら、クッキーとかね、なんかほら買ってきたのを詰め直したとかするじゃないですか。しないしない。それあるじゃないですか。まあね、佐藤珠緒さんを筆頭に。佐藤珠緒さんね、一緒にラジオやったんですよね。ヨックモックのクッキーってどう見てもわかるんだけど、しかもパッケージもそのままなんだけど、箱もそのままなの。そう、今テープ切りましたみたいな箱で、はい、手作りって持ってくるラジオでね。すごいでしょ。もうね、カンカンって、カン叩くともうこんな。思いっきり工場でこうパッキングされたこうビニールのね、手作りもう何言ってるのって、手作り言い切るんだよね。そんな人にならないでね、あいちゃんね。よろしいですね。歌も元気かしら。フォルダー5の、ね、歌も一緒に聴いてもらいたいなと思っております。はい、そうですね。さあ、藤本彩ちゃんをお迎えしての俺たちやってますでございます。うどうですか、1時間過ぎましたが、あやちゃんどんなもんでしょう。面白いです。面白い。面白いんだ。面白い。面白いんだ。本当？よかった。よかったね。ね。そう、レイピョンはですね。はい。まあ10時台からお聞きの皆様に一応オーストラリアの方にお仕事に行って、はい、すっかり今忘れた、レイピョンのこと。あんたって白状な男ね。だってあやちゃんの方が可愛いねんもん。あら、まあそれはちょっとね、グラッとするけど ね。ですよね。このなんとめ、はい。はい。はいはい、これ今までにない流れでした ね。原文奈にもなかった。原文奈ね、前半こんなやったんですよ。そうですね。でも途中からね、もうすっかりエロ姉さんとして頑張ってる。エロ姉さんか。ね、久しぶりの気は。なんか久保会の父母のような気持ちで今日は。そうですね。終わるまでにね、ね、どんどん喋ってくれるようになったら嬉しいなと思ってます。ちょっと教育をしてみましょう。そう、大阪府出身ですからね、もう地元の皆さん、はい、聞いてくれてますよ。友達とかに言いました？今日ラジオ出んのよ、言うて。はい。はい。はは、言うてへんの。言うてへんやろ、あんた。二人言いました。二人言いました。聞いてくれてますかね。はい。ね、お友達、聞いてくれてるならば、うん、普段のあやちゃんどんなんなのかとか。あやはこんなじゃないですとか。そう。もっとね。教室はこんなですとか。全然なんか聞き役なんかつってましたけど、うん、嘘ですよ、あの子脱いでばっかでしたほらほらほら、どこで何を脱い、分からんけど、うん、なんかそういうね、はい、偽情報じゃないわ、裏情報みたいなのも ね送ってくれると嬉しいなと思っております。送ってください。はい、でファックス受付電話番号申し上げます。はい、ファックスは大阪06-6809-9090、大阪06-6809-9090、お電話は06-6809-8080、大阪06-6809-8080です。はい、さあ、それでは早速リクエストを、かけてみたいと思います。はいはい、大阪府は藤井隆さんのリクエストです。来たよ、来たよ。まさかフォルダー5じゃないだろう。来た。そう、フォルダー5早いわ。だってこんな親切にされたら曲も皆さん聴いてもらいたいじゃないですか。本当はね、ステイっていう曲がね、あるんです。もうそろそろ、リリースされるんです。ステイでございます。あるんだけど、コマーシャルにもね使われてる、ステイインヨーラーなんとかでなんとかかんとかって歌なんですけど、もう歌もいいんですが、いかんせん毎日放送には届いてなかった、なかったの、なかったの、まだ。だからフォルダー5のデビュー曲、聴いていただきたいと思います。スーパーガールです。はい、フォルダー5で
スーパーガールでございました。いい歌ですね。かわいい、かわいい、ちゃんとしてよ、ちゃんとしてよ、いいよね、ラップ最高でございます。さあここでねファックス1枚届いておりますよ、はい、もうすぐ俺たちやってます水曜日係、ペンネームはね私のことを覚えてるかな参加いただきました、うん、藤井さん、林原さん、藤本さん、あなたのことよ、はい、こんばんは、こんばんは、はい、私は今日ラジオをつけてびっくりしました。なぜかというと高2の時にクラスが一緒だった藤本さんがラジオに出ているからです、はい、藤本さんがラジオに出ているからです。2年生の時はあまり話さなかったけど、はい、藤本さんは明るくてとても優しかったです、はい、これからの仕事に、これからの仕事を体に気をつけて頑張ってね、応援してるよと、このね彼女からね、はい、覚えてます、覚えてますよ、覚えてます、はい、嬉しいね、すごいじゃん、すごいでしょ、はい、やっぱりこうやってねこんなところで今3人でしか喋ってませんけども、そうそうそう、はい、聞いてくれてある人がたくさんいるんですよ、そうです、お友達聞いててくれたと、うん、ね、頑張りましょう、頑張りますいいわ、いいわ、なんかツボだわ、うん、もう偽ファンファンももうなんか崩れてる、うん、ね、これは、ね、あの本当に癒し系ですよね、ちょっと言葉古いですけど、うん、ね、確かにね、本当に癒されておりますよ、うん、風邪でダウンをしてる人も心地よく眠っちゃいますよ ね、 本当にね、それいいの、うん、まあ、素晴らしい、ありがとうございます、うん、ペンネームね私のこと覚えてるかなちゃん、うん、覚えてるって、ね、ありがとうございます、なんかあげましょう、せっかくですから、はい、何あげましょう、携帯ネックストラップ、そらそうやな、はい、あ、はい、げときましょう、はい、プレゼントしますね、どんどんねファックス送ってください、お待ちしております。毎日新聞暮らしの提案、人も車もシャンプーすると何十リットルも水を使います。流れた洗剤は水道水を汚染します。私たちがきれいになるほど地球が汚れていくみたい。もっと地球と話したい、毎日新聞です。6月2日大塚ドームで開催の全2戦ジャニーズジュニアベースボールチーム J スポーツ2001野球大会、このチケットを抽選で3万名様にプレゼント、応募用紙は au ショップで、 EasyWeb でも OK、 行きたい、au by KDDI。 ねえ聞いてよ、今 MC シスターがすごいんだって。何が？応募者全員にオリジナルトートバッグが当たるプレゼントがあるんだよ。全員にもらえるの？さらに抽選でダブルプレゼントやブランドグッズも当たるんだって。何それ、すぐに買いに行かなくちゃ、じゃあね。ちょっと待ってよ、 MC シスター4月号大好評発売中。お便りのコーナー、はーい、たくさんね今週もいただいておりますよ、うん、嬉しいですね、はい、早速紹介しましょう、まず最初はこちらメールでいただいております、札幌、あら嬉しい、札幌の皆さんありがとうございます、うん、カナインバースさん、ペンネーム、うん、カナインバースさんからいただきました、うん、ね、北海道まで届いてるんですよ、そうだよ、ね、藤本ちゃんの声が届けますから、え、はい、何、え、届いてるんですか、はい、びっくりしちゃったの、はい、ね、すごいことでしょ、すごいことですね、はい、はい、頑張りましょう、はい、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、今日の札幌は気温が2度ぐらいになったらしくて超暖かかったです、え、2度で暖かいんだね、え、うん、雪もいっぱい溶けましたよ、明日の朝は路面が凍って大変だと、そうだ、ところで私は一昨日インフルエンザにかかりました、あれやだ、はい、でも根性と薬で1日で治しました、えらい、すごい、昨日は用心して休んだけど、でも今日は、昨日調子に乗って、ジャストとかを見たり夜更かししたためか腹を下して学校で大変でした、うん、もう下痢で下痢でと、あ、わかるわ、インフルエンザと下痢を一緒にもらうなんて、いや今日は辛かったですわ、明日はスキーの授業なので休もうと、ところで皆さんは学校でトイレとかって行けました、しかも台の方でと、ね、男の人って難しいんでしょ、台の方に行くのが、え、なんで、だっておしっこする方と台行く方と分かれてるじゃん、あ、女の子はだってねバレないです、だって、あ、そうなのだってないもんだって、そんな違いが、いや、そうですけど、あ、え、恥ずかしいもんですか、別に、逆にほら、うん、そんな異性がおるわけでもないから別にちょっとうんこ行ってきますみたいな感じで別に僕ら行ってましたよ、普通に、男子校だったの、うん、ほとんど女子校みたいな格好でしたよ、女の子ばっかりの、うーん、うん、でもね、そう、女子校みたいなところやったから、なんかあのトイレの数がね確実に少ないんですよ、あの男のトイレが、あ、何、普通ほらね、一廊下に
4階建てやったら一廊下に1個は男子女子であるところがないんですよ僕ら。だから1階まで行かんとあかんとかそんなんで、あら、うん、すごい大変でしたけどね。はなんだそれ別に女子面使ってないですよ僕ちゃんとしてやろちゃんとしてやろしてますよね、交笑いです。どうですか、ね、あのね、意外になんか先ほどあの全然私うんこしますよみたいな発言がね今日も取れたんですけど、はい、トイレ全然普通に行ってますか。行ってました。行ってました。恥ずかしくなかった。はい。あ、そう、お友達と一緒に、女の子ってね、あれでしょ、なんかお友達と一緒にトイレ、ツレションツレションって言うの言うよね。はい、ほら、言うの。なんか脅されてんじゃない。脅されてません。そんな汚い言葉使う、ね、え、言うの言うよね、はい、女子校って言うんだもん、そういうこと。いや、男はほらツレションっていうもんね、なんとなくこう、うん、ほらこうスタイルとかさ、その映像がさ、ツレションって感じがするけど、ショーの後にハートマークがつく感じ。じゃそりゃ適当ね。あ、そう。言うね。高校は女子校、男子校。あ、男子校ちゃうわ。女子校共学？女子校です。女子校行ってました？はい。あ、じゃあもう伸び伸びね。はい。うんこもするわよってなもんよね。伸び伸び。さっきのね、あの、はい、ペンネーム、私のこと覚えてるかな、ちゃんともね。はい。きっと言ったんでしょうね。あれ、なんかあれですか、やっぱり音とか聞かれたら恥ずかしかったりもしてました？はい。あ、そう。じゃあやっぱりちょっと、じゃあ流しながら。じゃあ流しながら。やってました。ねえ、乙姫さんってさ、うん、男子便所にはないの？なんだよ、それ、乙姫さん。あ、知ってる、あの、機械のやつでしょ、ジョロジョロって。押すと、ジョーって流れる。ないよ。川の流れ、川じゃないよ、何トイレがない。えらい優雅なとこでやってるんだね。カラカラカラ、そうじゃなくてジョーってトイレが流れる音がするやつ、うん、はいはいはい、はい、今大概おトイレってなんかない？女の人のとこってあるよね、うん、ついてます。あ、そう、はい、ない。ボタンを押すと流れる音がする、うん、ないないない。お水の節約のために。でもさ、なんか無駄な機械よね、その開発された方には申し訳ないけど、うん、本当にいるか、そんなもん。うーん、どうなんだろう。恥ずかしいの私ね。え、またおっさんか何。いいや、もうね。あ、聞きたいわ。ぜひとも聞きたいわ。私昔ね、はい、高尾山だったかな、どっか山行ったさ、はい、それで山の便所っていまだにさ、ボットンちゃんだったりするところってあるじゃない、はいはいはい、高尾山じゃないな、どっかだな、はい、それですごくトイレに行きたくって、それでデートちゃんだったんだけど、それ、うん、あの駆け込んだのさ、うんこちゃんしに、うん、うんこちゃんっていうか、あのおしっこちゃんしにさ、はい、そうしたらちゃんつけたって同じだよな、うん、しょんで、はい、行ったらぼっとんだし、うん、流れる音もないし、しかも山奥だし、それで壁薄いし、あの男子便所と女子便所の、はいはいはい、もうあの石鹸取ってとは言わないけど、もう上がちょっと空いてるような感じでしょ、もうすぐそこ、はい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 、それですごいトイレ行きたかったから我慢してとかして、ふーってやったらもうその音たるや。なんでこんな力ボサ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 林場さんがボサボサうんちじゃないって言ってるでしょ。すごい幅の広いもんがバサバサバサ。ごめんね、私怪獣じゃないんだから。そうでした、そうでした。あの要するに水です、水の方です、それがまた綺麗あーってなんか一回があるのね、シューって言うの、はいはいはい、それがもうや、はい、なんて言うんですか、地下道にやまびこっちゃうんですよ。もうすんごい量出してる人みたいな、こう反響反響してなんかあれでしょ、なんかもう下に溜まった汚物がもうたっぷんたっぷん上に上がってくるやん。こうドバーッゾワーッ、そんなわけないわ。そんなに私的にはちょろちょろって気持ちなのにもうボローって言ってるわけ。はいはい、はい、ちょっとファンなくしそう、それ林原さん。あかんって、やっぱり。やっぱりそれはあかんわ。今の。ご自身のジャッジでやっぱり決めて、うん、聞かなかったことにしてるんだ。じゃあ札幌まで届いてるからね。本当に。だから山のトイレは気をつけな。なんかあれでしょ、山のトイレにこそ乙姫をつけてほしいね、私は。逆にね。でも不自然やん、だってそういうさ、ボットントイレやのにさ、じゃあチャラチャラいいんだよ、音が消えりゃ、チャンカ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 って音でもいいんだよ、別にタタタタタタタって音でもいいんだよ。喋りながらやっていいやん、じゃあなんか、え、あ、こう、私今排尿中です、私今排尿中ですみたいな、こう、ね、その方がなんか別れる確率高くなると思うんだけど。そう、うん、なんか一枚なんかちり紙をこう落としてそこに目立てる、そんなもの無理さ、無理なのかな、そんなちり紙の世界じゃない。じゃあこうなんかこうちり紙ポンって投げて、それがこうひらひらひらって落ちる間にシャ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 って鳴らしてて
カーニバルか。おしっこやろ、ね、音がしなきゃいいのよ。いやでもなんかちょっとがっかりやんな。なんか聞いた、もう林原さんのその音よ。でも気持ちわからない。あ、共感できます。ほら共感できます。そんな藤本彩さん、写真集ハッピー、まあ、この写真集の撮影中にもね何回かおしっこしてると思うんですけど、はい、そっち、はいて、そっちね、やめな。あやちゃんはまだそこまで来なくていいの。そうよ、ね、はい、じゃあ次お願いします。気をつけてね、山のおトイレ。シール、はい、はい、じゃあね、はい、これにしようかな。ね、大阪府岸和田市ランチボックスくん、皆さんは何歳まで親とお風呂に一緒に入ってましたか。先日銭湯行くと3歳くらいの女の子連れの2人が入ってきたのですが、はい、お父さんの真似して体をゴシゴシと、とっても可愛いなと思ったのですが、もう10年くらい経つと洗濯物も一緒にしないでなんて言われてしまうんでしょうか、はい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 、なんか可愛いですって。やっぱりこんな時期ありましたかって。はい、うん、あやちゃんいくつまでお父さんと入ってた。小学校2年くらいかな。2年ぐらい、それは早いのかな。もっと誰やったかな、うん、あの人、誰やったっけ、あの人ほらゲストにも来てくださった、うんうんうん、加藤のり子さん、加藤のり子さん、そうそう、加藤のり子さん、なんかずっと入ってるんでしょ、未だにお父さんと。うーん、あ、今はしてない、今はしてない。ごめんなさい。松本明子さんがお父さんと入ってるってテレビで言ってらっしゃったけどね。あれでしょ、うん、なんかあのほら、あのじゃあお母さんと一緒に入ってたのは、もうそれぐらいです。あ、もうずっと、もう小学校3年ぐらいから一人で入って、はい、なんかお風呂屋さんに行っても男風呂に入って、うんうん、あ、あららららら、小学校までは、小学校までは、あの、その小学校2年生ぐらいになったらやっぱちょっと恥ずかしくなったわけ、はい、男風呂におんのが、はい、何を見てこうやっぱり私は違うと思ったわけ。セクハラセクハラですよね。お母さんごめんなさいね、すいません、良かれと思って言ったんですが大失敗でした。林原さんは。私はね、お父さんのは覚えてないんだけど、うん、お兄ちゃんがなっちゃって私今でセクハラ嬉しい嬉しくないわ嬉しくないわ、はい、あのね、お父さんがよく覚えてるんだけど、はい、お兄ちゃんが一緒に入ってくれなかったのがショックなだったの。お兄ちゃんがね9歳離れてるのね。でお兄ちゃんと一緒にお風呂に入るっていうのは私にとってすごい楽しみで、うん、なんか水中メガネを持って入ったり、はいはい、なんか9歳違うっていうのもあるんだけど、なんかいろいろ遊んでくれたわけ。レジャー感覚ね、うん、はいはい、お風呂が怖くなかったの、うん、お兄ちゃんと入ると、はいはい、なんかこうボコ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 ってやって入ってみたりとか、うん、すごい楽しかったんだけど、うん、ある時からお兄ちゃんが来んなって言って、はい、私は一緒に入りたくてたまらないんだけど、はい、お前とはもう入らないって言われた時期があって、寂しいですね、今思えばそうだったのかなっていう感じね。何をそうだったの。お兄様のご成長が、あ、ちょっとマリモ入ってきたみたいな。やめなさい、やめなさい。北海道まで届いてるんでしょ。わからない、全然わからないっていうことがあったな。ね, ね、はい、お母さんと入ってた？あ、僕ね、一番ね、うん、最初に覚えてる記憶っていうのが、はい、あの母を、なんていうの、お風呂屋さんの話なんですけど、僕も母親とお風呂に、銭湯に行って頭を洗われてるのなんですよ、うんうん、でそれがね多分ね1歳とかそれぐらいのことなんですって。だ1歳ぐらいの記憶があるんですけど、うん、母親とはねあんまり入ってないですね僕。もちろんね、うん、家に風呂がついたのが小学校5年とかなんですけど、うんうん、そんな時は もちろん1歳入ってないし、一緒に父親とはね結構入ってた。いやいやいや、でも小学校のお兄ちゃんとは入ってた。いや一回もないですね。意外、うん、でうち7つ離れてますから全然相手してもらえなかったですね、うん、へえ、うん、でもねなんかね中学校のね2年の時に僕ね両手首を折ったんですよ。うわー、ね、大変だったね。そうで、これはギブスしてるから、うんうん、ね、入れないね、ビニール袋巻いて、ね、ちょっと無理じゃないですか、うん、で父親がねちょっと入れたろうってなって、うん、入ってね、もうすごい恥ずかしかった覚えてますわ。うーん、何とも言えん恥ずかしかった覚えてますわ。銭湯でもねなく家の狭いフローにね、うんうんうん、父親と2人でね中学校2年になって入ってギブスしたままね、うんうん、なんかこう脇はとか、うんまたはとかって言われて、なんかこうはいなんつって、性格は一緒なわけでしょ、なんか父親と何をしとんねんってところじゃないですか、なんかねえ、ね、でもお風呂屋さんって不思議な空間だよね。そうよね、なんか肉親はちょっとねなんか恥ずかしいとか思うけど、全然他人やったらね、あり、ね、なんでしょ、うん、ね、これからほら寮でお風呂はどうなってるんですか。寮のお風呂一人ずつ入るわけです。堀ちえみさんの時代はそうじゃなかったわよそうなんだ、知らんけど多分そうですよね。うんって言ってますね、まだ。あら、そうよ。じゃあ、ゆうかちゃんと入ったりできへんのね。残念ね。そうなの？そ
入ったら教えてね。バカ最低。はい、次、こちらは、和歌山県は、うん、林原さんよりのペンネームでございますよ。ユッケ参加いただきました。藤井さん、林原さん、スホーレイコさん、今日はねちょっとお休みでございますが、うん、今日は藤本ちゃんにしましょう、はい、こんばんは。こんばんは。もう卒業シーズンですね。僕も3月1日に卒業します。僕は結構涙もろいので卒業式で泣かずにいられるだろうかと、考えるとまあまあ大丈夫なんだなと思うのですが、どないやねんな。皆さんはどうでしたか？やっぱり泣いてしまいましたか？その他卒業式の思い出とかありますか？林原さんは藤井さんなんかは好きな人の第二ボタンをもらっていったのでしょうか？そうね、懐かしいわね、第二ボタンね。だって女子校だったから。え、ああそっか、女子だったから。あの、誰も突っ込んでくれないのね。なんか僕今懐かしいわとかって言ったら、そうね、って感じ。あなたもらってたんじゃないの、第2ボタン。違う違う、僕はあげてたの。どっちかっていうとあげてた方やけど、うそ、ん、やだ、あげたの。違う違う、それは違う、性別としてあのもらう方かあげる方かっていうので、あげる方って名乗っただけで、うん、最後まで残ってた。ちゃんとそれあげる方って言わない。あげる方に生まれたけど生まれてたけど、ね、残ってた。ずっと残ってた。よしよ、正直でよろしい。綺麗に残ってた。そうか、そうですよ。なんか思い出あります、卒業さ、ね、最近卒業されたわけでしょ。はい、泣いちゃいました。泣いちゃいませんでした。泣いちゃいませんでした。ボンドガール並みのクールさね、すごいわね。すごいクールね。泣かへんかった。はい、うんうん、あ、でもお友達とね、ほら、うん、なんていうんですか、大阪にね住んでるんやったらまだ会ったりとかできるけどね、仕事で東京に住むわけですから、はい、ほんまに会えなくなるじゃないですか。寂しくなかったですか？はい、寂しかったです。でも涙は出なかった。なんか泣くほどのことじゃないと。あの、ちょっと涙出そうだったんですけど、うん、なんか出なかったです。出なかった。それ我慢したのよね。、はい、きっとね、出なかったんじゃなくてね、はい、そんなにこう感受性のひだがない子じゃないよね。、はい、きっとね、はい、ね、うん、我慢したのよね、はい、強く頑張らなきゃと思ってね、はい、林原さんは？私ね、割とあの中学校、小中高ってつながってたから、うん、中学と高校が同じ校舎なのね。あ、はいはい、みんな同じなのよ、中学高校メンバー、うんうんうん、だから6年間一緒にいるからさすがに泣いたんだけど、その前に私意外にいい子だったのね、はい、カバン潰したりとか、はい、かかと踏んだりとか、はい、しない、割といい子だったの、ちゃんと校則守ってたし、はいはいはい、でそんな自分が嘘つきって思って、はい、卒業式の前の日にパーマかけたの、髪に。お、そしたら私パーマとかかけたことなかったから、なんかあの近所の下町だったからさ、下町なんだけど、おばちゃんとこにいつも切ってもらってるとこ行ってパーマかけてって言ったら、どんなもんかっていうのもおばちゃんもわかんないで、あの、うちのお母さんにしてるようなパーマになっちゃって、やっぱりオバハンパーマ、オバパーマになっちゃったの。オバハンパーマで卒業式。そう、それでその写真残ってて、あまりのショックにあの私の自伝にも載せちゃったんですけど、写真を。すごいの、超オバパーマで、しかも私なんか卒業の歌の指揮者だったの。指揮しながらオバパーマなの。父兄が参加みたいな。そうそう、それで林原さんって、パーマかけたでしょ、いいえ天然ですとか言って言い切った。言い切ったの。はあ、それちょっと寂しいな。そうなの、なんかこんな、まあ、毛先くるくるとか、うん、いいの、なんでも、うん、なんかそういうことがしたかったんだけど、ちょっとこうアンチなことをしてみたかった。そうそう、すごいの、オカマみたいなボフってかぶって、ボーありましたな、もっとぐるぐる巻いちゃうみたいな。ありました、ありました。素敵なパーマの出来上がり。ありましたね、昔のパーマね、おばちゃんパーマね。そうなの、おささいさんもびっくりな感じ。はい、じゃあね、うん、なんか涙よりちょっと笑われたみたいな感じでしょ、きっと。どうしたのめぐって言われて、すごいなんかグレた V サインのね、残ってる花束持ってこい。こう並べ向きのね、ちょっと ね、 ね、卒業シーズンでございますよ ね、 ね、はい、じゃあ藤井君は何、僕、うん、僕泣くわけないじゃないですか、僕なんて。僕ね、何クールを装ってたの。違う違う違う、僕ね、もうほんまに仕事したくてしょうがなかったから、うん、もうこれでやっと働けるって思ったら、もうね、すんごい笑顔でしたよ。写真をね、なんか部活をする、うん、何やったっけ、部室、うんうん、で一応なんか撮ってるんですよ。で、うん、高校はね、なんか言ってもその男が17人とかしかおらへんから、うんうん、少ないわけですよ、すごくね、うんうん、だから内容の濃い、学生生活やったにもかかわらず、うん、それもちろんね、別れるのは寂しいのは寂しいんですけど、うん、何よりもこれで働けるって思ったらもう嬉しくて、友達とね、稲ちゃんという友達とね、うん、もう写真を見たらね、うん、もうその部室でね、うん、2人だけがもう最高の笑顔なんですよ。
言って他の人はねみんなやっぱりちょっとこうねなんか寂しい寂しいとかみたいな感じの、ね、表情してるんですけども、うん、笑顔の中にねちょっと憂いがあるんですけども、うん、僕と稲ちゃんだけはもう大笑いしてましたねベロ出して中身だってうわー言ってバカだバカだほんまにあの白状やなって思いますすごく、ねーうん、ムービーもいいけど写真もいいよねそういう瞬間のさそうなんかね集中力やっぱり ねありますからはい、うん、以上になります、はい、ということでじゃあ私最後に行きましょう、はい、お願いします大阪府森口市、はい、初心に戻れますネームちじれげさんちじれげさんあ久しぶりですねそうですかうん、うん先週のやってます選手権はボロボロでしたねひどかったですね、そこで皆さんはどんな時に自信が持てますか、はい、僕は数学の問題を解いている時ですうん、キャーかっこいいわねかっこいいわねあのアルファベット最後からケツから言っていかれへんかった回でしょそうねひどかったん先週もうほんまバカ3人組って感じ ABCDFG ってあるでしょはいあの Z が最後でしょはい Z から逆に言える言ってみ Z どう Y あ Y そうそう、うん、それで ZYY、うん、Y ブーほら X 仲間仲間、ね、仲間同じ同じでも思ってた通りやった、うんね、これで ZYX とかって言われたらちょっとおいさらっと言われたら喋れやってなるけど、ね、そうそんな回でございましたよ何ですって、うん、自信をどんな時に自信が持てますかうんもうねあやちゃんなんかもう自信満々ですよカメラを向けられてる時そうでしょはいはい、え捕まれへんあなたが捕まれへんどこ行きたいのどうなの自信かそれとも自信何ボディに自信ボディと顔に自信があるわけやっぱりえいえあどんな時に自信を感じますか自分の中に自信どういう自信例えばそうねこれからねそのアイドルとしてやっていくわけですけども私はやっていけるわよ、はい、残れるわよってこう自信を持つ時例えばほらね写真集の撮影、うん、まあね、はい、12月発売されました、うん、ハッピー、はい、こちらの写真集の撮影の時なんかは、うん、やっぱりほらスタッフの方、はい、あのカメラマンさんはじめねスタイリストさん、はい、いろんなスタッフの方に囲まれて「はい、あやちゃんかわいいねいいよいいよその表情すごいよ」なんて言われながら撮ってるわけでしょ、はい、じゃあやっぱりこうちょっと自信を持つわけじゃないですか、はい、ねそんな時やっぱりこう「あ私って頑張れるわ」って自信持ってましたはいはいであこれいいわあのね僕らね付き合ってるわけじゃないのね全部あなたの言葉をね私が言っちゃうねおてなんかデシャバリさんになってしまうのねあなたが喋りなさいねねはい、はい、どんな時に自信持ちますか他どんないろんな仕事ありますよねはいあのじゃあ今後ほら歌手もせなあかんかもしれません歌には自信ありますかないですバラピンポンピーンあのコンコンすごいわね、うん、私たちの心の金銭をもう揺さぶりまくるよねうん素敵素敵、うん、なんかないかな藤井隆努力賞って感じほんとね脇の下に嫌な汗かく嫌、ね、なんだ頼むわよなんかこうほらあれじゃないあの自分で今までスナップで撮ってる写真とさ、はい、こうやって撮られる写真って自分の思ってるのと全然出来上がりが違くない全然違います。ちなみにお気に入りの写真は、うん、何ページのねどんなショットなのか、うんの写真うん、自分の好きだなあこれはなんか自分で思ってる表情ではなかったなとか、うん、あページ数書いてないかでもまあいいよどんなシチュエーションのやつかどんなシチュエーションの、うん、この写真最後の方これです最後から3枚目かなあの、うん、ちょっと夕日の中でこうキャンプファイヤーみたいなしながら、うんはい、ね、撮ってる黒いビキニを着て、うん、ちょっと寂しい表情してるねアップですねアップの写真これが好き、はい、どんなとこがおどんなとこが、うん、いやなんかいいんじゃないみたいなこれいいんじゃないってこれいいんじゃないあの、うん、あいつうまく撮ったんじゃない私みたいなねね、こんな風に大人っぽく撮れるとはっていう感じ、うん、大人っぽいのが好きですあ大人っぽいのが好き、はい、バニーブックスさんから発売中12月15日に発売されましたハッピーでちょっと確かめてもらいたいもんですよね、はいうん、なんかほらないですかこうここだけは私人に負けないわよっていう自信の趣味でもいいしな、うん、何でもいいよここだけは人に、うん、負けないわよっていう、うん、すごいいっぱい食べれるとか負けないわよ私もあのね横にねもうほんまにあと食べてないのは人間だけみたいなやめなさいそれ存在スレスレの人がねいるやめなさいねでもそうなんですうそご飯好きですかご飯大好きですあそう米粒が好きなの米粒よりハンバーグが好きハンバーグかわいいえらいピンポイントねやられる
ハンバーグ、お肉好き、お肉大好きです。焼肉、はい、焼肉好き、あとラーメンと、ラーメン、はい、お肉の話で行くんかと思ったらラーメンだよ ね、 ラ ー、 ね、ラーメン、何ラーメン、何ラーメン好き、和歌山ラーメン、和歌山ラーメン、はい、どのあたり、いやいや、あのね、これは間違いじゃない、和歌山ラーメンっていうくくりがあるね、はい、あのいわゆるほら大阪の方はね、うん、和歌山ラーメンすごい美味しいって有名なんですよね、はい、何味、醤油豚骨みたいなのかな、はい、醤油豚骨ね、美味しいんですよ、はい、そうなんだ、うん、和歌山ラーメンでね、有名なお店も何か、それは大阪でじゃなくて和歌山がもちろん発祥でしょ、そうですそうですそうです、はい、あのね、だからなんていうの、博多ラーメンみたいなそのジャンルの一つですよ、うん、あのうちのね、新喜劇の先輩で辻元茂雄さんって、あごの人ね、はい、あの人もね、和歌山の人なんですけども、はい、あのご実家の方、ご実家が和歌山なんですけど、うん、あのラーメンがすごい好きな人で、わざわざ電車乗ってね、帰って和歌山ラーメンを食べるぐらい、ハマる人はすごいハマるんですよね、はい、うん、食べる、いっぱい食べれる、うん、今まで最高ハンバーグで言うたら、じゃあ何個ぐらい食べたことありますか、何個っていうか、あの、うん、びっくりドンキー、びっくりドンキーこれはまたピンポイントだね、びっくりドンキー、ね、びっくりドンキーの、うん、150g じゃないですか、あ、そうなの、うん、はい、いつも 300g、 300食べ大きい方、大きい方食べんの、へえ、何味が好きですか、ハンバーグは、あのチーズ乗ってる、あ、美味しいね、なんかね、すっごい笑顔ね、ハンバーグの話してる、今日一番いい笑顔、ね、すごいわ、ハンバーグか、リンゴスター、リンゴスター、ね、あ、そう、ハンバーグ、チーズって言った時の笑顔見せたい、みんなに、ね、すごい笑顔でした、ハッピー買って 300g 食べますか、はい、いっぱいだ、でもね、なんか華奢なボディですよ、これまたね、気痩せです、気痩せ、我からマイナスマイナスなんでいいのよ、全然、そうですか、言うとったらいいのよ、なるほど、わかりました、びっくりドンキーと来るとは思いませんでした、可愛らしいです ね、 ね、はい、はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、皆様からのお便りお待ちしております、宛先は郵便番号 530-8304、 俺たちやってます、水曜日お便りのコーナーまでです、また E メールでも OK です、俺たちやってます、水曜日専用のメールアドレスはローマ字書きすべて小文字で ore-sui@mbs.co.jp です、たくさんのお便り、そして E メールをお待ちしております、さあここで一曲聴いていただきましょう、はいはい、来ましたよ、林原さん、何でしょう、林原めぐみさんの曲で、あ、ありがとう、あ、そうだ、はい、これね、はい、あ、宣伝していいですか、もちろんですよ、あの私の誕生日でもありつつ、おいつの間にか綾波レイさんの誕生日でもあったんですけど、おい、あの6月ですね、3月なんですこれが果てずっぽいったわね3月30日に、はい、新世紀エヴァンゲリオンってね、前ありましたが、はい、まあ新世紀ということで、はい、出すんですアルバムを、それで綾波レイのイメージアルバムって言って、綾波レイが今として歌ってきた曲とか、はい、フライミートゥザムーンとか、はい、あと彼女の BGM とかを集めて1枚アルバムが出て、はい、今回この曲はね、はい、ニューレコーディングなんですよ、今から聴いていただく、そうなんです、残酷な天使の天使、そう、これ主題歌だったんですけど、イヴァンゲリオンの、うん、レイちゃんバージョンで取り下ろしをしているので、はい、まあ私ではなく綾波レイさんが歌ってると思って、僕ね勉強不足で本当申し訳ないんですけども、うん、あの綾波レイさんをね知らないんですよ、うん、あの、うん、前に、うん、あのゲストで来ていただいた時に、綾波レイ、そうそう、あのこんばんは、私は喋らないとかって言ってたでしょ、それが歌ってるんですか、歌ってるんです、残酷な天使のテーゼ、そのテーって言わないの、もうタンタンテーゼって、あ、そう、残酷ってやってるんです、じゃあいつものあの、うん、エンステディみたいなこうパンチの効いた林田さん、私じゃないです、はい、私じゃないです、ちょっとさっきも名前出ました稲ちゃん、はい、がっかりですよ、稲ちゃんはねこのラジオを聞いてね、うん、あの一つ楽しみにしてるらしいんですよ、はい、あのアンステディと桜咲くをね聞いてね、あの、うん、カラオケのね課題曲にしてるらしいんですよあら稲ちゃん、残酷な天使もいけるのよ本当、うん、カラオケ入ってますこれ、入ってます、私バージョンじゃないですけど入ってますから、じゃあそれちょっと聞いてもらいましょうか、はい、はい、お願いします、じゃあ3月30日お待たせということですが、綾波レイで残酷な天使のテーゼ、ちょっと、うん、全然違うやない、何レイさんだから、すっごい残酷な天使のテーゼそんな顔してないからできそう、できそう、できないから、舐めてる、やらせないから、完全に舐めてる、絶対にやらせないからさあ、はい、ここでですねちょっとすごいお知らせです、何でしょう、来週から俺すいでまたあのコーナーが何ですって題して、はい、何ですって
何ですって。そう。題して俺たち頑張ってますのコーナー。あら、リスナーの皆さんからファイターあふれるエピソード、お便りはまたは E メールを募集しましてですね、はい、我々水曜レギュラーがそのエピソードを紹介して応援しちゃいます、はい、今回は4月から新たに何かを頑張ろうとしている人のメッセージを募集します、はい、大学に入って部活に取り組もうとしている人、うん、夢に向かって専門学校へ進む人、はい、新社会人として新たなスタートを切ろうとしている人などなど、はい、ねえ、あえなく落ちちゃった人もね、もう一回勉強頑張るぞとかいろんな人いるでしょう、はい、これから頑張るぞというエピソードを添えてお送りください、はい、内容によってはスタジオから直接電話しようかもしれませんので電話番号も忘れずに書いて送ってください。番組で紹介させていただいた方には我々からファイトのエールとファイト一発でおなじみ大正製薬のリポビタンで、うん、20本入りワンケースとやってますグッズをお送りいたします、うん、お便りの宛先は郵便番号 530-8304 俺たちやってます水曜日俺たち頑張ってますのコーナーまでたくさんのお便りをお待ちしております。肉体疲労時の栄養補給、需要競争にタウリン 1000mg 配合、ファイト一発リポビタンで、わしのマークの大正製薬の製品です。青いのぼりのお店でどうぞ。はい、みんな頑張ってハガキをくださいね。ファイト一発。すごい読まされてる感がある。すごい読まされてた、ね。ギリギリセーフ完全アウトのコーナー。物事にはボーダーラインがあります。ここまでなら許せるけれどこれ以上は許せない、そんなギリギリセーフ完全アウトのおはがきをご紹介したいと思います。はいはい、はい、アウトかセーフかなんとなく感覚でついてきてください。はい、うんうん、今あの台本をね、うん、しっかり読んで内容を理解してくれてるのよね、うん、はい、はい、セーフかアウトか教えてね。はい、はい、それでは参りましょう。いつもありがとうございます。東京都はペンネームミンキーウレリョンからいただきました。はい、筋肉番付でおなじみのケイン小杉はギリギリセーフ、セーフ、ね、はい、セーフでしょ。はい、焼肉番付でおなじみの林原めぐみは完全アウト。笑ってる笑ってる。いや、私びっくりドンキで 300g 食べないもの。そっちよね、そっちの方がアウトよね、うん、アウトアウト。そう、いや、びっくりドンキは素敵なお店、やめとこう。素敵なお店よ。あなたがアウトよ、うん、シール。はい、はい、続きますよ、うん、こちらは神戸市はペンネームベシャリストネームレッツゴー3000匹、久しぶりですね。うん、いただきました、神戸市ですね。はい、パラパラしか踊らない女性はギリギリセーフ、うん、阿波踊りしか踊らない三田村邦彦は完全アウト。あーねー、あったな、あのね、汗ダクダクみたいな、あの昔の芸能ネタをね懐かしむコーナーじゃないの。なんか先取りぐらいの方が嬉しいのよ、ね、うん、そうね、そうね、古いのよ。でもすごい驚いたわあれ、うん、あれびっくりしました ね知らんでしょ。知ってます。あ、知ってた、はい、意外ね、はい、知ってたね、これアウト、うん、はい、アウトやね、はい、アウト。さあどんどん行きましょう。宮城県はペンネーム世紀末の壊し屋改めあなたの街のクンニマンからいただきました。アウト。もう知ってんの？知らんよね。知らないよね。知ってません。ただちょっと響きで笑っただけやね。では知らないでいいの。知ってませんじゃなくて。知らないで。知らないで。クンニマンっていう響きが面白かったよね。ね。そうそう。さあ行きましょう。どっちなんだ。はい。ビザでええかの藤井隆はギリギリセーフ。膝でいいかの福留のりおは完全アウト。これね、分かんない。これは分かんないわよね。福留のりおさん。うん、福留さん、あのね、アナウンサーっていうかね、うん、司会などでおなじみの福留さんがね、膝でええかってこう、ちょっと怖い感じで言ったりしてね、うん、AD さんを殴ったり蹴ったりとかって。っていうハガキが来てた。あったのよね。ね、そう。それはアウトね。アウト。うん、アウトでございます。あ、来た。そんな説明してなんか身を滅ぼさなくてもいいような気がするの。そうよね、なんかあやちゃんにだけ優しくしようと思ったら、ね、私がなんかそう、追い込まれてる感じ。そう、すごい火の粉感じた。そうそう、はい、パラパラパラっと、はい、はい、綾部市の方です。綾部市の、はい、いいのね、それで。あのね、このね、この彼からね、いつもお便りくれるんですけどね、はい、ちょっとね、喧嘩売られたんでね、もう、ね、はい、お名前とかで、ね、読まないことにしてるの、はい、綾部市の人、はい、うん、呼んだ方がいい、どっちがいいと思う。読まなくていい。読まなくていい。はい、じゃあ読まんとこ。あやべしの罪からいただきました。あやちゃんが言ったんだもん。ね、知りません。終わったことは気にするなと励ましてくれる教師はギリギリセーフ、うん。終わったことは気にするなと励ましてくれる歴史の教師は完全アウト。おお。綺麗じゃない。綺麗やん。あやべし。アルマンテン。アルマンテン。ちゃちゃちゃ。ちょっと。急いでつや。ちょっとこれね、これうまい。
そうそうそう、なんか心を改めてくれたのかな。そう、下品じゃないのこのコーナーっていうのがちょっと思い出されました、うんうん、はい、うん、シール久しぶりにね、うん、はい、じゃ続きましてこちら、はい、富田林氏はペンネームコーズさん、大好きネームギアッチョだ。そうよ、うん、もう覚えたでしょギアッチョ、ね、悔しい、ちょっと下品よ、ごめんねあやちゃん、あの、はい、あやちゃんきっとね意味わからへんと思うけど思い切って読むね、はい、古い曲をカバーしているウルフルズはギリギリセーフ、うん、チンポをカバーしている福山の福山雅治は完全アウト。え、あやちゃん、あやちゃん分からへんよね、あやちゃん、ねえねえあやちゃん、今のすんごいそこからマグマが湧くような、そうそう、噴火のような笑いは何だったの、うん、今なんかあのうごおごごごってきたわ、笑い声で本当よかったって私は正直思いました、うん、でもねあの笑い声の中にねちょっとね文字がね聞こえたんですよね、聞こえたね、包茎ってことでしょみたいな違うよね、違うよね、言ってたよね、分からへんね、お母さんも聞いてるもんね、分からへん、全然意味分からへん、いやびっくりしたわ、ギアッチョ本当勘弁して、ね、はい、レイピョの時はいい、うん、ね、もういい、うん、奈良県はペンネームオペラ王からいただきました、はい、久しぶりですね、うん、木村拓哉をキムタクで覚えるのはギリギリセーフ、うん、藤井隆を一藤二鷹と覚えている僕のおじいちゃんはアウトですか。全然アウトじゃない、嬉しいこと、うん、僕のことを一藤二鷹って、ね、いい例えじゃない、そう縁起がいい、うん、ね、すごく嬉しいです、うん、そのままおじいちゃんね、うん、覚えててください、良、はい、まあ、ければあの脳にねまだちょっとこう記憶する機能が残ってるならば、うん、藤井隆というのもちょっと覚えていただきたい、フルネームでね嬉しいですね、シール、うん、おじいちゃんにあげてください、はい、さあ続きましてはこちら、洲本市はたこ焼きネーム、うん、マイッチングキャッスルナイトケンタ、はいはい、いつもありがとうございます。英語でね、英語でイエス、イエスの意味は何と聞かれてはいと答えるのはギリギリセーフ、うん、喘ぎ声と答えるのは完全アウト、イエスイエスイエス笑ってる笑ってる、あのあなた用ピンも見てんのね、いや見てません、あのね用ピンで分からへんっつって何ですか用ピンってっていうのね、用ピンってあえて難しく問いかけてみたところ思いっきり答えましたよ彼女、答えましたね、何ね、あやちゃん分かった、洋風ピンクだ、そう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 洋物のピンクです、なるほど、ね、ちょっとこれあやちゃん分からへんかな、いきますよ、堺市はペンネームスピネルさんからいただきました、スピネル、難しいわよ、うん、あやちゃんいくわよ、うん、意味分かるか分からへんか教えてね、はい、お父さんの体をゴシゴシ洗うのはギリギリセーフ、うん、お父さんのあそこをシコシコ洗うのは完全、あもう噴火しちゃった、もうしこしこあたりで笑ってやんか、ちょっとあやちゃん、ここからブクブク、いやもうがっかり、意味分かってんの、分かりません、分からへんよね、もう全然分からへん、林原さん教えてあげて、ね、答えんでやめなさい、もうありがとう、さあ続きましてはこちら、こちらちょっと難しいですよ、うん、こちらは滋賀県からいただきました、ペンネーム大津市はごめんなさい安全坊やさんからいただきました、はい、源氏と平氏を略して源平と訳すのはギリギリセーフ、はいはい、原平と訳したら5000点原平さんに5000点ね、あやちゃん結構ツボみたい、ね、いろんなことがツボみたい、ね、意外にねストライクゾーン広いみたい、そうだって好きなスタッカーは山村美沙やもんいろんなこと勉強しろよこれ、ね、山村美沙が好きな18歳ってどうよ、サスペンス劇場よね、山村美沙さんは素晴らしいよ、そうよ、でもそれが好きな18歳はどうかと思う、そこにねプロフィールに書いちゃうあたりがね、うん、そうだね、素敵、はい、サスペンスサスペンス、さあ続きましてはこちら、宇治市は吉田貴博くんからです、はい、うん、小谷金也は小谷丹也違う小谷金也は小谷金也です、小谷丹、小谷丹って小谷丹、あ、金ちゃん、金ちゃんバンドの、そうだ小谷丹、小谷丹違いますよ、ね、違います、はい、続きましたこちら最後でございます、はい、福岡市はペンネームアリーナの新川さん頑張ってくれてますね、うん、ありがとうございます、今のうちから来年のことを話すと泉ピン子と石坂浩二に笑われますよ、鬼鬼鬼だっちゅう、鬼です、ピン子と浩二は人間です、鬼じゃない、違います、はい、以上でございます、はい、このコーナーでは皆様からのギリギリセーフ完全アウトのハガキを待ちしております、宛先は郵便番号 530-8304 俺たちやってます、水曜日ギリギリセーフ完全アウトのコーナーまでです、あやちゃんね、うん、ちょっと難しい問題がいっぱい出ましたが、ね、いかがでした、うん
おい、おい、おい、何年目やねん。コメント咳払いって何やねんそれ。待てや、うん、何やそれ。素敵、びっくりしたわ。いかがでしたか。ちょっと共演し直しよ。本当にありえません。はい、はい、たくさんのお便りお待ちしております。プレイガールのコーナー。このコーナーは世の中に蔓延する遊び上手な女、プレイガール、淡白だ、男好きな女、プレイガール、無茶をしている女、プレイガール、そんなあなたの周りのプレイガールを紹介します。合言葉はプレイガール。プレイガール、かわいい。プレイガール、プレイガール、もっと色っぽくですね。はい、プレイガール。変わってへん。バカちゃん、あなた来週も来て、ちょっとソフォーレコと戦わしたい。そうね、違うバトルが見れるね。原文乃とのバトルが違ったね。そうね、そうね、うん、はい、うん、皆様からいただいたエロいネタのハガキでございます。まっすぐな、ちょっとね、もうあやちゃんの前で発表するのは本当におじさん恥ずかしい。おじさん言うな、ね、すっごい恥ずかしいけど思い切ってやるからね、うん、反応してくださいね、はい、下のお口で反応してね。最低。でも笑ってるの。ごめんなさいね。ニコニコしてるの。すいませんね。ごめんなさいね。はい。さあ、それでは早速参りましょう。宇治市はペンネーム、謎の幸せ配達人からいただきました。うん、靴の紐を亀甲縛りに結んでいるゆうちゃんはプレイガールですか？チェックにしよう。プレイガール。なんかさ、はい、あ、そうそう、こっちの。テレビだけなの。前も言ってたね、はい、トゥナイトっていう番組でやってるんですけど、ね、はい、深夜のエロ番組でございます。ね、縛りをね、お豆腐縛れる人がいる。結構縛りで。お豆腐こうって持ち歩きできるぐらい。すごいよね。そういう縛り屋さんっていうのいるんだって。職人技ですよ。すごいですね。結構、ね、縛り、あやちゃん、わかります？わ かりませんよね。これはさすがにね、わかりませんよね。いいです。わからなくていいです。後でね、マネージャーさんに聞いてください。はい。詳しい方がいらっしゃるんで。うん、その、なんか詳しそうな感じ。はい。漂ってますね。聞いてくださいね。はい、さあ、続きましてはこちら、神戸市はペンネーム、毎日放尿ラジオくんからいただきました。うん。焼肉屋でエプロンをするとき、裸になる M 子はプレイガールでしょうか？なんで？なんで焼肉屋さん限定？そう。お家でじゃないと、うん、あの焼肉屋さんの、 あの前掛けのね、うん、あの部分を隠すのに、ね、裸になるエムコちゃん、うん、これはプレイガールですよ ね、 ね、これはエッチでございます。そうです。はい、さあ続きましてはこちら、うん、摂津市はペンネーム、お尻のない、お尻の、お尻のない腰中四郎さんからいただきました。はい、車で道を覚えるときに目印にする建物をラブホテルにしているケイちゃんはプレイガールですか？確かおしゃれな子猫を右に曲がったわねみたいな。おしゃれな。あ、そう、野猿ってさ、あれ、うん、そうなの？そうそうそう、ラブホテルの。そうか、うん、私さ、あのずっとノザルって読んでたんだけどさ、しばらく違うの違うの、あの多摩センターってちょうどあの私のお友達ね、キティちゃんがのピューロランド、ピューロランドぜひ行ってくださいね、あやちゃん、はい、まあ、ね、あるとこにドーンってあって、はい、それなんですね。そうなんですよ、ラブホテルの名前なんです。大な看板です、多摩センターにあります。びっくりしますね。あれは目印になります。そう、使ってください、はい、続きましてはこちら、堺市はペンネーム、坂本ドットコムからいただきました。はいはい、お口クチュクチュをするとき下の口もクチュクチュしてしまう A 子ちゃんはプレイガールですか？鼻で笑うな、あや、あや、あっていうのやめな、あっていうの意味を理解してこらえたっていうのが伝わるから、うん、やめなさい、はい、ね、違うね、あれはね、あのお口クチュクチュモンダミン、井森先輩のことをちょっと思い出してね、はい、変な名前って笑ったのね、好きだそうね、それもそんな火の粉かぶんなくてまだ、そうね、またやっちゃった、私またやっちゃった、またやっちゃった、またあやちゃん守ろうと思ってやっちゃった、そうそう、ダメ、ね、自らね、ダメね、はい、はい、続きましてはこちら、大阪市はペンネーム、ドヤッサ、ドヤッサ来たね、ドヤッサさんでございます、うん、いきます。バカ、もうほんのこいつバカですよ、いきますよ、はい、こっくりさんをパックリさんと間違えて英語はプレイガールですか？分かった、プレイガール、
シンプルね、ベスト。シンプル。はい。はい、続きましたこちら、大阪市はペンネーム父ビンタ一発さんからいただきました。はい。フグを食べてわー。なんかさ、はい、犬ふぐりっていう名前の花があるんだよ。ありますあります。もうまさに形ですよ。ね、うん、それのなんかね、うん、なんか怖い漫画読んだことがあるんだよ。なんで？ふぐりの？どんななるんですか？いやなんか、ふぐりの部分が。違うの。ね、お家で、なんだっけ、学校でこの花は犬ふぐりって名前なんだわーっていう風に言って、お家で言ったらすごい怒られるっていう、うん、なんかすごいこう、なんだっけな、山岸涼子さんっていうね、人が書いてる漫画、すごい怖い漫画なの。本当の名前は何なの？犬ふぐりって名前じゃないでしょ、あの花。いや、犬ふぐりじゃないですか、っていう名前なの、それ正式名なの？うん、多分。あ、そうなんだ。別に恥ずかしいもんじゃないですよ、ふぐりっていうのは。全然、もう一回言ってみて、あーちゃん、ふぐり、ふぐり言っちゃった。うーん、林間さん分かってるでしょ。実はね、ちょっと分かってない。あ、分かってないの？ちょっと分かっ、なんで犬ふぐりなの？いや、犬ふぐりは犬のふぐりみたいなもんじゃないの。犬のふぐりって何？だから、ふぐりよ、ふぐり。え？てんてんのこと？てんてんって何？あ、てんてんってこと？手を家に変えて。あ、違う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 。違うの？うん。あ、違うんだ。陰嚢よ。はぁ、医学用語ならいいんですよね、全然。いいんだよね。あ、そう、陰嚢のこと。陰嚢っつって。やめなさい。やめなさい。やめなさい、いいのよ。それは違うわよ。やめなさい。そう、じゃあ、犬のてんてんじゃないや。その、に似てるから、犬ふぐりなんじゃないですか、きっと。ね。学んだ。今ね、ちょっと、マネージャーが、あやちゃんのね、マネージャーさんが。事務所チェックに。携帯で。ちょっと打ち合わせみたいな感じで。あらやばい。あらやばい。私たち10時半ぐらいでもういなくなるかもしれないですね。すごいやばいわ。ごめんなさいね。ごめんなさい。はい、シール。はい。続きましては、こちら。あやびしの彼からです。はいはい、いきますよ。私、中井貴一が大好きなのというのを間違えて、私、長いチンチンが大好きなのと言っちゃった英子はプレイがあるでしょうか。これは違うな。これはあやべしと間違いし違ったな、ね、歴史の先生は良かったけどね、さっきは良かったな、うん、はい、続きましてはこちら、高石市はペンネーム花くそ一発さんからいただきました。やだ。いきますよ。はい。俳句一万個区切って読むと一万個。もうやめなさい。あのね、うん、ちょっとね、 CM の間にウルトラマンの子供みたいなもんだよね。何それ。え？あ、なかった昔。知らんよ、そんなこと。知らないの？知らんよ。あら、やだ。もう、うん、あのね、うん、彼からね、この彼の高石氏の鼻くそ一発からちょっとね、うん、あの CM の間読まれへんかったんですよ。下読みができへんかったんですよ。うんうん、初めて初見で見て読んじゃったのね、今僕、うんうんうん。びっくりしちゃった。ねえ。一番こう、ね、なさい、シンプルなだけ聞きましたよ、本当にもう。そうですね。びっくりしたわ、本当に。数だから。そうよ。数です。数だもん。そうよ。ね、うん、全然 OK、うん。神戸市はペンネーム2月19日運命の日からいただきました。何の日なの？何の日なんでしょうね、気になるわ。発表かな。なるほどね。うん。プレイガールのコーナーいきますよ、うん、友達の N ちゃんは元スピードの島袋ひろこちゃんのことを玉袋ひろこちゃんと言いました。もちプレイガールですよね。これはね、もう散々間違えてきたことですからね。ね、散々 ね、 ね、違いますよね、はい、違います、はい、私から最後でございます。はびきの氏はペンネーム血液 T 型さんからいただきました。いきます。浅香ゆい、朝かゆい、朝かゆい。困ったな、いいとこ行ったね今ね、うん、シール行く、ね、すごいこうなんかこう、うん、夢がある、夢がある、こう想像をかきたてる、想像をね、かきたてる、うん、どこがかゆいなの、なんでかゆくなったのどういうことなの、ね、いろいろ何があったの、これシール、シール、はい、私から以上でございます。さあ来たお姉さん、心配、本当に心配。あやちゃん、藤本あやちゃん、はい、プロタレントスカウトキャラバン第25回グランプリの、はい、藤本あやちゃん18歳が、はい、このコーナーに挑戦してくれます。さっきのね、あのプレイガール、はい、プレイガールはね、うん、振りでございます。そうです。実はあんな風にウブな風を見せときながらここで発揮してくれるんです。セクシーにね、呼んでくださいね。お願いしますよ。名前と住所から紹介してください。はい。京都府。うん、全部住所読まなくていいよ。京都府だけでいいのよ。京都府宇治市のペンネーム謎の幸せ配達人さんからです。はい。入ってる。入ってる。すごいわ。と言って、給食袋を見ている A ちゃんは、
給料袋。給食袋って何？給料袋を見ているAちゃんは、はい、腹黒プレイガールですよね。何のプレイガール？プレイガール。腹黒。ホリプロも偉いもん見つけましたよね。野瀬恵子さんぶりの大根ぶりですよね。入ってる共感みたいな。ちなみにね、野瀬恵子さんってうちのお兄ちゃんの後輩でうち遊びに来たことあるんですうちで受験勉強してたことあるんだ。ちょっといいんだけどさ、もっとさ読み方あるじゃない、ね、まあ、でもどう、意味が分からへんからね。えでもこれって、はい、意外にエッチじゃない？そうきましたか、うん、やっぱちょっとね、僕都合レイコちゃんで麻痺してるのかな、なんか多分レイコちゃん言ったら入ってるって絶対言ってたじゃないですか、うん、それに麻痺してるのかもしれない。こっちの方がリアルね。なるほどね。なんかちょっと私はドキドキしました。より陰微な感じがしますね、はいはい、じゃあ続けていきましょう、はいはい、続いては誰ですか？可愛いですよ、あのね、読み終わったね、うん、メールをねずっと持ったまま話を聞いてたんですよね。はい、お願いします。山形県か、うん、のラジオネーム、うん、レイピョン目指して三千里さんからです。はい、とうとう抜けたわ。うふ恥ずかしい。ツルツルして美味しそうと、ゆで卵の殻を上手に剥くタカ子はプレイガールですよね。食べるぞお前よっていうぐらい。本当にどうですか、やられた。私ちょっとね、自分の中にこんな女の子を可愛いって思う感覚があるって危ない？いや、わかりますよ。これはね、うん、もう本当に可愛い。可愛い。ちょっとやられたわ。ねえ。うん。意味も分からず、うん、文章の意味も分からず恥ずかしがっちゃう。そのね、分からずの中に時々ちょっと分かっちゃうと恥ずかしい。そう。恥ずかしい。心で思ってられないの、口に出して恥ずかしい。恥ずかしい。言っちゃうの。言っちゃうのよね。もうね。これいいわ。あそこに座ってるね、うん、なんか髪の毛長い変なね、うん、太ったメガネの人がね、うん、もう本当にド変態が大喜びですよ。もうね、ダメダメ。ちょっともう自分のね世界に入り込むのをストップかけるために急にハガキを踏んだりとかそうそう、ね、急にちょっと仕事に、ね、そうそう仕事に ね本当にエポ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 様ね、はい、はい、まだありますよね、はい、はい、頑張ってね。最後ですか、はい、はい、頑張ってね、うん、はい、篠山市からの、はい、笹山市笹山市デイピョンバリだ、うん、笹山市からの、うん、笹山市にお住まいの、ね、この人林原共愛ネーム、林原共愛ネーム縄市の源さんからです。はい、え、もう出ちゃったのと言って早風呂の僕に驚く M 子はレイガールですよね。3通目やから思い切って言うわ、句読点がおかしいあなたですよね。ね、ね、そこはさらっといこうですよねって、うん、ね、どうでした、ちょっとエッチな内容のね、なんかあやちゃんにはちょっと二の重いコーナー参加してもらいましたが、はい、3枚読んでみた感想いかがですか？3枚読んでみた感想ですか、うん、何のことか全然わからないですよね。ですよね。そりゃそうだ。はい、ね、頑張ってくれました。どうもありがとう。ありがとうございます。はい、はい、このコーナーでは皆さんの周りのプレイガール情報をお待ちしております。宛先郵便番号 530-8304、はい、俺たちやってます水曜日プレイガールのコーナーまでたくさんのお便りをお待ちしております。合言葉はプレイガール。頑張ったさあここでリクエストでございます、うん、もうね、あやちゃん可愛いですよ。このね、スタジオの中にこう、一人ね、ちょっとアドバイスをしてくれる人がいるんですけども、うん、そうそうそう、林原さんがね、原稿を読んでる時に、うん、次ここ、ゆいちゃん、あやちゃん呼んでくださいねってこう、合図を出すでしょ、ほな。はい。はい。マイク乗っかってるっつうの。聞こえてるっつうの。そこはうなずくだけでいいのよ。うんうんって言ってたよね。はい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 。さあ、リクエスト聞きましょう。大阪市は西淀川区ペンネーム、もう嫌やわ。もう忘れてよ。何？ファーラウェイさんか。ファーラウェイです。もうほんと恥ずかしい。ファーラウェイさんからのリクエスト。うん、What's the feeling? アイリンキャラ。おぉ。おぉ、聞きましょう。オカマとオメグ。あ、静かだ。これこれだわ。
こんばんは、釜盛り藤井隆です。おめぐみ、林原めぐみです。このコーナーは私、釜盛り藤井隆と元看護婦のおめぐこと林原めぐみがリスナーの皆さんからのお悩みに真面目にお答えするコーナーです。おめぐ、今夜もよろしくね。よろしく。では早速お悩みのハガキご紹介しましょう、はい、今日はあやちゃんもいます。あやちゃんもいますよ。あやちゃんもね、あの相談乗ってあげてくださいね。そうよね、こうやって入んないとあやちゃんもって振りたくなるのよね。そうなんですよ、そうなんですよ。入ってくると振りたくなくなるのよね。レッピョン、レッピョン言うて、あんたじゃない。そう、なんか黙ってると一緒に参加してねっていう気持ちになるものですね。不思議なものですね。大事です、はい、学びます学びます、はい、今日はねちょっとね1枚目は重いですよ。重いっていきますよ、うん、兵庫県はペンネーム、ね、信じる恵みは救われる。およよよよ、うん、やりました。公立高校推薦入試合格、おめでとう。おめでとうございます。そこでですね、おかま、おめぐ二人に真面目に相談したいことがあるんです、うん、僕には大親友と呼べるほどの友がいます。でもその彼は僕と同じ高校を受けて落ちちゃったんです。それ以来どうも話しにくくて二人の間に巨大な壁ができてしまったんです。僕もどう話しかけていいのか分かりません。どうか僕にいいアドバイスをください、お願いします。これね、なんとかね。え、推薦で受かったってことでしょ。そうです。彼は本試験で落ちたってことなのかな。どうなんでしょうね。本試験頑張れよっていうわけにはいかないのか。どっちなんだろうね。同じ推薦入試で起こってんだったらね、もう一回、もうワンチャンスあるじゃん。ああ、なるほどね。うん。普通の一般の受験でってことでしょ、うん、そう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 。一般頑張れよ、待ってるっていうわけにはいかないのかしら。どっちなんだろうね。一般も起こっちゃったのかな。ね、もうぼちぼち結果出始めてますもんね。ですよね。ああ、ね、難しいね。難しい。まあでも、極論っていうかね、うん、まあちょっと大胆なこと言わせていただくならば、うん、いざほら始まってしまえばね、うん、結構こんなんて、うん、大丈夫じゃないですか。うん、学校が。そう。そうそう。あれは彼ではまた新しい友達もできるし、そうそう、で、あなたと別にまた友達関係がなくなるってことでもなく、そう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 、引き続き、うん、違う学校でね、面白い情報交換があるわけじゃないですか。そう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 。俺の学校こんなんやで、うん、俺の学校こんなんやねんで、みたいなこう話し合いもできるし、うんうん、大丈夫っつっちゃ大丈夫なんですよ。後々ね、うん、このね2月3月あ2月も終わってるか、あ、終わってないよ、うん、もうすぐ終わりますけどね。2月3月のこの微妙な時期さえ乗り越えてしまえば、本当はね、残酷なことを言うですが本当はそうなんです。うん、ね、でもまあ今はねちょっとまあ話しかけにくいっつうのもよう分かることですしね。うん、もしこれあやちゃんだったらどうします。仲良しの子とね一緒に受験したけども一人だけ受かっちゃって、あやちゃんだけ受かっちゃってお友達は落ちちゃった、どうしましょう。どうしましょう、ね、どうしましょう。こんなもんですよね。ねえ、そうなんですよね、うん、でも、うん、大丈夫よ。そう、変なね壁は別に作らず、でもこれもね作ろうと思って作ってるわけじゃないからね、作らずとも言うのもねちょっと残酷か、どうしたいかな、うん、じゃあな、あ、わかった、じゃあ、うん、ちょっとアホみたいになんでもいいですか。いいよ。携帯ネックストラップを2つあげると、うん、ね、んで、さあで、なんかこんな内容のを送ったらさラジオで呼ばれちゃってよーつって、うん、でもうなんかほら知ってる、あの役者の藤井隆、あいつがさ、うん、携帯ストラップ2人にっつってくれたんだよね、あいついい役者だよねみたいな。なんでそこに私たちの名前は入らないの。え、だって若が若がやもん。ちょっと待って、その前に役者も引っかかってるまあね、でもいいわよ、だって吉本新喜劇の役者でしょ。なんかさ、そういうのはどう。いいんじゃない。ね、なんかこう、うん、ねえ、うん、これ兵庫県の人ですもん、うん、大丈夫よ、大丈夫、うん、勝手な過信ですけど、うん、兵庫県大丈夫っていうのはどうか、うん、それもそう思う、土地柄ね、まあ、15歳ね、微妙だね。でもさ、なんだろう、ちょっとそっとしといてあげるのも優しさだよね。そう、そう、マナー、向こうからのコンタクトを待つんでもいいんじゃないかな、うん、で向こうもきっと気使ってるだろうし。そうなんですよ。あいつだけ受かって、でも妬んでるわけじゃなくって、うん、ちょっと素直におめでとうって言えなかったりとかするから、そこに自分でわって乗り込んでいくんじゃなくって、うん、お前気にするなよとか入ってくるんじゃなくって、ね、ちょっとね、そんなんされたらちょっとね、あやちゃんどう、うん、ちょっと違う、ちょっと違うね、うん、うん、だから待っててあげて、うん、ね、ネックストラップ送ってあげれば、って、うん、ラジオで呼ばれちゃった、うん、ね、これからもよろしくなんつっちゃって、なんか青春ほら、うん、バイトで、うん、一緒にやろうやとか、うん、ね、ね、あとクラブで同じクラブ入ってこう戦おうぜとか、うん、だって今なんかさコミュニケーションツールなんて山ほどあるわけじゃない。そうなんですよ。なくたって電話だけじゃないしメールだってあるしさ、
ックスね、ファックスだってあるし、ね, ね、本当に会えなくなるわけじゃないわけだから、そう、うん、ね, ね、大丈夫ですよね、ストラップストラップ開けましょうか、はい、ね、じゃあ、はい、言ってください、携帯、せーの、携帯ネックストラップを2本あげましょう、その友達の分もね、はい、あげますんで、うん、使ってください。使ってください。これで仲直りできたら、仲直りというかね、喋、うん、るきっかけになれば、ね、きっかけきっかけ、いいことじゃないですか、うん。また報告してくださいね。ぜひね。お願いしますよ。さあ続きましてはこちら、神戸市ペンネームベルリネッタボクサー新次郎からいただきました、うん、はいはい、17歳です、うん、藤井さん、林原さん、須保さん、こんばんは、今日はね、あやちゃんです、あやちゃんでございます、はい、こんばんは、こんばんは、はい、僕は本を読むのがすごく苦手です。漫画も全然読みません。おかげで国語のテストはいつも悪いです。4月から受験生なので何とかしたいです。読書が得意になるいい方法は何かありませんか、と。17歳、あやちゃんはどうですか、本読むの好きですか。はい、そうですよね、山村美沙さんが好きなんですもん ね,、うん、ね、おすすめの本とかありますか、山村さんでもいいし、うん、なんかもうちょっと簡単な感じで読書が苦手って人でも読めそうかな、うん、みたいなとか。おすすめの本ですか。おすすめ、うん、ひなのはひなの笑っちゃった、ひなのはひなのって何それ、ひなのはひなの、エスカイひなのさん、うん、エステ、はい、それはどんな内容なんですか、うん、あの自分のことみたいな、うん、自分のことを書いたすごい可愛い写真もいっぱいで、うん、17歳の男の子にもちょっとね、はい、楽しめる、はい、女心が分かったりなんかするね、はい、ひなのはひなの、うん、あやちゃんが一番最初に読んだ本って何ですか。なんか自分で買ってこうなんていうのね、うんうん、最初に買った本っていうのは何ですか。最初に買った本ですか、うん、山村美沙山村さんじゃないです、赤い霊柩写真です最初に買った、うん、覚えてない、はい覚えてない、覚えてないよね、覚えてないよね、はい、そうね、なんかでもさ、うん、なんか読書にこだわらなくていいと思う。例えば、うん、彼が普段何が好きかっていうか、うん、タレントさんで好きな人がいたらその人のエッセイ読めばいいし、そうそう、あのね、あやちゃんいいヒントくれましたよね、そう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 、タレント本もね、うん、ありですよ。あと F1 が好きなんだったら F1 関係の本とか、うん、読んでみるとか、何も読書ってそもそも勉強じゃないわけで、そう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 、娯楽なんだから、そうなんですよ、好きなもの読めばいいのよ、うん、でね、なんとかなるなるっていうのがあるんだけどね、あ、それはひょっとして林原さんの角川から出てるから、これはね、なんとかなるなる必須だから、あ、ええ、これはね嘘よ、嘘、マジで嘘だけど、だからじゃあ本でしょ、もうすぐ文庫も出るから、あら、もうそれはもう書いたね、文庫は明日があるさなんだけど、うん、まあいいや、じゃあそれちょっと置いといて、はい、だから例えば自分の聞いてるラジオで、まあ、藤井隆くんが、まあ、はい、本を出してる出してないはともかく、空が載ってる関係の雑誌の中のインタビューを読んでみるとか、うん、別にそんな読書なんて何も坊ちゃん、そう、ね、文学じゃないんです、そこからじゃなくてもいいと、う、うん、ね、学校でやっぱり読書をしなさいっていうのが良くないよね、ちょっとね、うん、宿題でね、読書感想文とか、うん、そう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 、勝手にやるっちゅうのよね、そんなもんね、そうそう、だからそうそうそう、図書館行ったり本屋さん行ったりして好きなコーナーをなこう歩いてみて、なんか表紙で選んでもいいじゃん、図書館だったらタダだしさ、うん、そうそうそう、うん、それでなんか3ページ読んでみてつまんなかったらもう次の本行ってみればいいし、そうそうそう、僕もそんなあの買うだけ買って読んでへん本とかいっぱいありますからね、うん、全然気にせずトライですよね、そうそうそう、うん、楽しい、なんかでもあのさっき言ったひなのはひなのとかもそうだけど、エッセイ集とかっていうのは読みやすいですよね、読みやすいかもね、うん、好きなタレントさん、あと旅行記とかね、あ、そうなんですよ、うん、あのあれ知ってます、瀬野かっぱさんのね、うん、あのなんかトイレ、世界各国のトイレ、面白そうだ ね, ねずっとね書いたやつね、あれ面白いですよね、へ、うん、トルコのトイレはこうやった、あのイタリアのトイレはこうやったっていうね、イラスト、もちろんね瀬野かっぱさんですから、うんうんうん、舞台監督のね、うんうんうん、方ですから、美術監督のね、うん、イラストもすごい面白くて、うんうんうん、そういうのもありますしね、そうそうそう、なんかね読んでほしい、自分の好きなとこから入ってけば、うん、うん、ちなみにあやちゃんはどんな時に本読んでますか。寝る前です。寝る前に山村美沙シリーズ、はい、怖っ素敵な夢が見られそう、ね、うん、山村美沙さんを読むきっかけは何やったんですか。火曜サスペンスが大好きで、私も好きなの、あ、そう、好きなのよ、原作読んでみようかな、はい、原作読んでみよう、読みましたか、うん、うん、面白いですね、いいじゃないですか、そんなきっかけでもね、うん、そう、好きなテレビのね、なんか文庫本とかもあったりとかするし、そう、見た映画の原作本とか、うん、なんかね、きっかけはいくらでも転がってますんで、うん、なんかあんまり勉強とか思わないよ、受験なのにとか国語なのにとか、そう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 、それはよくないね、思っちゃダメダメ、うん、うん、全然遊びですから、娯楽ですから、そうそう、読書はね、楽しく、絵がいっぱい載ってんの、写真がいっぱい載ってんのから入ってっていいんだから、うん、全然あなたの得意なね、うん、でほらペンネームがあってベルリ
ベルリネットボクサーいうぐらいからきっとねボクシングのことが好きなんかもしれん、うん、ボクサーの伝記とかそうそうそう読んどけそうなん、ね、いっぱい読んどけ言っちゃってくださいよ、うん、ねどんどん読んでください、はい、じゃあシールあげましょうはーいこのコーナーで皆さんからのお悩みを募集しております宛先郵便番号 530-874 俺たちやってます水曜日オカマとオメグのコーナーまでたくさんのお便りお待ちしております以上オカマとオメグのコーナーでしたABC のコーナーちょっと寂しいですね静かねおじょ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 っていうのがないとねちょっと寂しいですか寂しいね人は皆過去現在未来一歩一歩人生の階段を登って成長していくものそこでこのコーナーは有名人の成長を ABC の3段階に分けて紹介していきたいと思います、はい、今日もたくさんねお便りいただいておりますよいいですかあやちゃん、はいね、芸能人のねあの、はい、現在過去未来を ABC に分けて紹介しますからねはい、はい、聞いてくださいね、聞いてくださいね、はい、はい、大阪市はペンネーム俺たちやってます玉尾色からいただきましたこれあれでしょオーロラでしょきっとそうねきっと ね桃の節句の歌 ABC A 明かりをつけましょぼんぼりに、はい、B お花をあげましょ桃の花 C五人林のすがし顔お腹鳴ったわ僕何やったっけ元歌五人林の林に増えたい子増えたい子すがし顔五人かすがさんはへえはいあのありがとう私こういう空気好きね、あるよね、あるよね、うん、なんかラジオっぽい感じそうよね、うん、あるよねまあでもあの何回も重ね重ね言いますが、うん、あの過去現在未来ね未来だから、うん、ねお願いします、はい、新潟県は、長谷川明さん本名ですよ、うん、いきますよ、うん、受験を控えたリスナーが覚えといた方がいいこと ABC、うん、A 1543年種子島に鉄砲伝来 B 1931年満州事変C 2001年野口五郎三井由里結婚披露宴を放映した日本テレビ放送免許取り消しやめなさいやめなさいおめでたい話そうよ見たかったすごく、うん、行きたかった、うん、行きたかったね結婚式ねでもねなんかすごいいっぱい会見をやってるよね、はいうん、野口五郎さんと三井由里さんってあのねこのね日本テレビさんで放映したね、うん、あの特番があったんですよスーパーチャンネルじゃあスーパーテレビ最前線かなんかでしょ、うんうん、そういうの2時間特番かなんかをやったんですよねであのそれの前の日の前の週の放送の予告を見たんですよ僕、うん、たまたま、うん、もう三井由里さんすごいアクティブでしたよなんかあの実家に行ったりとかそのご両親の前で挨拶したりとかっていうのを抑えてんのよすごいドレス合わすところとか結婚も大騒ぎねねうんまあねいろいろよでもあれすごく素敵じゃなかった素敵っていうかまあ賛否両論あるけど、うん、チャッと来てチャッと終わったあの何反町さんと松島さんああはい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 あれでもさ、うん、なんかあのほらプロポーズ教えてくださいそれは秘密にします何それいやいや素敵やなと思って大事なことは秘密にするそれでねなんかね白のワイシャツがね流行るかもしれないんだってよ、はい、なんであの誰だっけ誰かのもう一人別の誰かの芸能人の結婚会見の時白のワイシャツだったんだって、うん、であの時真島奈々子さんが白のワイシャツだったんだって、うん、でそれに清潔感があるということで、うん、なんか結構派手な格好して、うん、こうおしゃれドレスアップして会見じゃなくって、うん、地味に白のワイシャツでさらっと言うっていうのがなんか白のワイシャツが今年は流行るとかなんじゃそりゃ知りませんけど、ね、人様のことですけど、まあ、そういるんじゃないんですか着ちゃう人買っちゃう人次の日買っちゃう人なんかガンガン派手なシャツ着たいヘッド曲がり負けず嫌い、ぜひ藤井さんの時の特番お待ちしております私ナレーションやりますやめなさいあなたはい、はい、次、こちら大阪市ペンネームコーズーと愉快な仲間たちがいただきました、はいはい、小柳ゆきの ABC もシンプルですね来ましたよ小柳ゆきさんの ABC A 優先新人賞 B 優先大賞いいじゃん C お山の大賞どう思うこれあやちゃんたた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 はいサウですかやめなさいやめなさい
喧嘩売ってんの？小柳さんに。そういう意味なの？あ、なんか言われるまで分からへんかった。分かんなかった。なんや。あやちゃん意外に大胆ね。ヒールね。やっちゃうわね。うん、松原市はペンネーム、大気のパパ、いただきました。はい、珍しい名前の芸能人 ABC。A。元冬木。B。メイ牛山。C。鳩北島。あーねー、うん、これねちょっとね今このコーナーでねあのこの番組の中でねあの北島三郎さんの鼻の中からね鳩が出てきたっていう話をねえらい林原さんが受けてねそれ聞くだけでなんか入るんだけど ね鳩北島じゃダメだな。じゃダメ。難しいわね、あなたのツボが難しいわ。私でもわからないの。自分でもわからない。私自身もわからない。自分のツボがわからない、うんうん、はい、じゃあ続きました、はい、こちら高砂 ごめんなさい高石市はペンネーム、うん、鼻くそ一発今日2発、ね、2発目ですね、うん、いきますよ。渋垣隊の ABC。 A もっくん、うん、B やっくん、 C パック。やめなさいってやめなさい、分からへんよな。やっくん、もっくん、ふっくんでしょ。はいはい、ふっくんです。続きましてこちら、あ、またですよ。高石市は鼻くそ一発、3発目です。3発目です。すごい、うん、花々ね、うん、はい、花々さん、花々の ABC。 A 花花、 B 花びら、 C ビラビラこれは巨トンよね。さすがのあやちゃんもちょっと巨トン。あやちゃん巨トンだ、ね、よかった。巨トンだよ。巨トンでいいのよ、うん、はい、こちらは奈良市はペンネームレイピョン素敵うんこビチビチさんからです。残念ね。今日残念ね。いつもやったらねあの、はい、うんレイピョンとか我ががのコメントを残してくれるからね残念でございます、はい、TM ネットワークの ABC。 A ボーカルの宇都宮隆。 B キーボードの小室哲也。 C そこら辺のおっさん。あっちゃやめなさい、やめなさい、やめなさい、やめなさい。宇都小室、うん、ほら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 、キネさんよ、ほらキネさん、キネさんよ。キネさんなくして TM ネットワークじゃないですよ。キネさん本出してんだから知ってるわよ。あのTM ネットワークのなんかでしょ。そう違う違う。え、何よ。原作やってるよね。何の犬のなんかの本の、うん、夕方じゃなんとかっていう。ああ、知ってる知ってる、それでしょ、うんうんうん、あれをキネさん本出してんのよ。あのよ TM ネットワークのなんか歴史みたいな。キネさん会ったことあるよ。あるわよ。この後スタパーにねそろそろキネさんが登場するわよ。来週ぐらいかもしれないめちゃめちゃいい人ですよね。すっごいいい人。びっくりしちゃった。面白いね。普通のね、うん、あのほんまにそこら辺のおっさんやった。そうなの。普通に喋ってくれはった。その感覚がねいいの。こういう世界にいながらにして大事ね。大好き。なくしがちな。そういう人、あんなだってもうお金がアポガポ持ってはる人がほんまにそこら辺のおっさん感覚で喋ってくれはって、うん、ね、素敵素敵、本当に素敵だよ、ね、うん、はい、うん、続きましてはこちら、綾部氏の彼から来ました。来た、ね、綾部氏今日呼んでるわよ、うん、いきます。自分自身に腹が立ってしまうことの ABC。 A 靴がなかなか履けない。 B わけのわからへんカップラーメンを買ってしまった。 C 一瞬西田ひかるのヌードを想像してしまった。いいじゃないですか。ねえ、全然いいじゃないですか。腹の、でもわけのわからんカップラーメンを買ってしまったってとこ結構好きなんだけど。なんかさ最近さ、うん、あのほら沖野めぐみちゃんがさ、うん、なんかカップラーメンの蓋とかになっててびっくりした。えっと思って。え、蓋になってんの。そう、写真で蓋。うん、えっと思って。あら、あとさなんかほらね、え、札幌なんとかラーメンとかって札幌の女の子なんかこう写真が載ってんのよね。へえ、いろいろね、意外性で頑張ります。はい、続きましてはこちら、大阪市はペンネーム無差別エロからいただきました、はい、フジテレビ水曜9時の ABC。 A ロケットボーイズ。 B ザッツ踊る大捜査線。 C 踊るロケットボーイズ。やるんじゃないみたいな、ね、踊るシリーズになるんじゃない、ねね、なんかね視聴率良かったんでしょ。どれ、あの大捜査線が。古い話題やね。違うのよ。何、あ、この間の、うん、なんかだからスペシャルみたいな。スペシャルだからほらやれないからってや再放送してた、うんうんうん、再放送の踊る大捜査線の視聴率がすっごい良かったんだ。すごい、ロケットボーイズ抜いてたっちゅうぐらい良かったんだ。 23% くらい取ったんですって、うん、すごい。再放送でしょ。だから踊るロケットボーイズになっちゃダメだもんね。今 DVD も売れまくってますもん ね続きましてはこちら、京都市はペンネームマサルさんからです、うん、メグさんのチャームポイント ABC。 A 胸、 B へそ、 C 胃。チャームですよ。チャーム、チャーム。
すごいチャーム。携帯にエクストラック。バカにされてんねんで。イガチャームってどういうことよ。いいの。いいのいいの。いいの。全然いいチャームだもん。すごいチャームないだもん。すごい強いのよね。うん、生肉どんどん消化しちゃう。そうそう、いけてる。いはい、やっとね、はい、あの選手ちょっとね、はい、病気で倒れてましたが、倒れてませんけど、まあ一応倒れかけてましたが、復活して肉食べました。昨日ホルモン食ったし、ホルモン食いましたか。はい、いつでも胃腸薬の CM ナレーション待ってます。ナレーションなのね。ナレーション、なるほど。どうしたって、どうしたってナレーション、うん、そう。このコーナーの皆様からのおはがきを大募集しております。宛先は郵便番号 530-8304、 俺たちやってます。水曜日 ABC のコーナーまでです。以上 ABC のコーナーでした。野口五郎のコーナー。改札口で静かだ。静かやわ。静かだ。いつもやったらね、0.5 に改札口で入ってくるんですけどね。これはなければないで寂しい、寂しいもんだね。はい、このあらら、ごめんなさい。このコーナーは神羅万象、世の中に存在するあらゆるものから届いた愚痴を紹介するコーナーです。それでは早速愚痴を紹介しましょう。あのね、あやちゃん、はい、いろんなね、物とか物とか人とかがね、愚痴ってるんですよ。それをねちょっと紹介するコーナーですからね。はい、わかるわかる、わかんないわ、いろいろ感想聞かせてください。はい、はい、それではまず最初は奈良市はペンネームレイピョンキュート、うんこビチビチ書いてる。これねちょっと注意しないといけないの。なんか何これ、あの馬券の裏で書いてんのよね。え、何これ、封筒に入ってきたってこと。そうですよ。あちゃん、もう普通のメモ用紙にして。あちゃん、あ、タイムリーですよ、いきますよ、はいはい、反町隆史の愚痴。全てにおいてまっすぐなところに惚れましたって言ってたけど、俺本当はちょっと左に曲がってんだよな。ふん、あのほらだから松島さんがね、うん、知ってるよ、ね、全てにおいてまっすぐなところ、何が左に曲がってんの。何がってほらフグリの上よ。そういうものなの？またとぼけて。わかんないよね。わかんない。ねえ、右に曲がったり左に曲がったりするの？数々あったでしょ今まで。ないない。へーってことはだまっすぐか。おい、わかんない。知らない。そらありますよね。あ、もうド変態が大笑いですよ本当に。もうそうね、曲がったりするんですよ。それって普通に言う言葉、うん、俺って右曲がりなんだとか言うの。そうそうそう。俺左曲がりとか言うの。そうそうそう。俺まっすぐとか言うの。そう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 。普通、うん、はい、それって普段に。えらい、なんか急に食いついてきたねあなた。うん、何何普段普通に普段普通に曲がってんのかと。びっくりした。普段と、うん、あの緊張時の話をするのかと。びっくりしたわよ本当に。そうよ、普段普通にね曲がってる人がいるのよ、はい、ね、勉強になるでしょ。うん、食いついてくるところが違う。違うよあやちゃん。ね、あやちゃんもっと受験生の話とかさ、クリーンなとこ行こうよ。そう、クリーンなとこで食いついてきて、顔を真っ赤にしながらね食いついてくるのやめてちょうだい、ね、普段が普通、普段が普通に曲がってるんですか。やめなさい。興味あるお年頃。まあね、まあね、うん、お母さんごめんなさいね、うん、成長しましたよもうね。そうですよ、はい、続きましてはこちら、池田氏はペンネームクーロン先輩からいただきました、うん、藤井隆の兄の愚痴。来週の金曜ロードショー天空の城ラピュタか、林村さん出てるからビデオに撮らないと。標準で撮ろっかな、3倍で撮ろっかな、うーん、たかしどっちがいいか決めてくれ。ね、お兄ちゃんがね林村さんのことをすごい興味を持ってね、今大慌てでいろんな情報を集めてるんですよ。林村さんの昔の情報をね。お兄さんいつでもお教えしますから、ね、直接、まあ、はい、標準で多分撮ってるでしょうね。うちなみにラピュタは、そうね、ラピュタがね、もう、あれってもう14年か15年ぐらい前のアニメなの。そんな前なんですかあれ。私入ったばっかりの頃なの。まだほとんどお仕事してない時なんだけど、はい、読んでもらって、はい、あのね、パズーっていう主役の男の子がいるんだけど、はい、女の子シータっていう主役の女の子がいるんで、はい、その子が空から落ちてくる前にね、はい、もう始まってすぐぐらいなんだけど、はい、パズーがお買い物に行くの、はい、お肉団子かな、肉団子かな、買いに行くの、はいはい、ドンってぶつかって、はい、ごめん、あら、まだ仕事それだけ。そのね、後ろ向きのお姉さんおばさんみたいな人をやってたんですか、うん、一言、その一言だけなの。だけどテロップで、あのララ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 って、あの最後デジャコって、はい、あの名前が、一番最後に出るから、あ、おいしい、おいしい、もうデビューにも満たない私ごめんなさいっていう感じ。へえ、
人に歴史ありね。最後に出るんだよね、名前が。一番ほら、味噌カスだから、最後の。ある意味ね。うん、へぇ、ね、いいですね。よかったら見直してみてください。やってみてくださいね。そんなとこにもいます、私ったら。はい。うん、続きましてはこちら、大阪市は熱帯のオーロラは玉お色からいただきました。うん、えなりかずきの愚痴。出たかったなぁ、NHK の連想ゲーム。知ってる連想ゲーム。あ、知らないって。分からんかな。大和田さん、ダンさん、大和田さんっていう古いね。鬼元気だった。水島優さんが面白かったかな。あ、知ってる、覚えてる。なんであんなに元気だったの、優さんって。初めて一緒に変わらずお元気ですよね。すごい元気なの、びっくりしちゃう。いつも元気。えなり君出てほしかったですよ ね。すごい収まりよく座ってそう、うん、どうしよう、あのまんまだったら。ね、今のまんま、今のまんま座ってんの。なんかあれよね、連想ゲームリメインみたいな感じでこう特番とかでさ、そうそう、もう一回やったら絶対座ってるよね。絶対座ってる。安定感があるよね。語学に座ってるよね。語学、語学、うん、やってそう。あー楽しい。続きましてはこちら、石川県のペンネーム、うん、ガーリーからいただきました、うん、大橋真希ちゃんの10年後の愚痴。やっぱりプロ野球選手にしとけばよかった。わー、わー、アナウンサーね、確かに多いですが、真希、うん、ちゃんね、僕、うん、お昼の某番組でご一緒させてもらってるんですけどね、うん、あのね、全然知らなかったんですよ、うん、そういう結婚するってことを、うん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 、で雑誌に、新聞かに出てから聞いたんですけど、うん、そういうやね、彼女はね言ってたのよ、実は。僕のアンテナが引っかかれへんかっただけで。2部そう、うん、ね、楽しかったんですとかね、うん、なんか指輪がどうだこうだとかね、うんうん、言ってました。そういうやん、鈍すぎ。指輪の話までしてんのに。そうなんですよ、僕へえなんつってね、普通になんかもう自分じゃないと興味ないんでしょ。そうなんですよ、わががわががなんだよね。本当に。でもね、うん、大橋さんね、すごいいい子なんですよ、うん、本当にね。僕なんて言うんでしょう、年賀状くれたりとかね、なんかもう、うん、いわゆる普通のとこからね、元気ですかとかね、もう普通のなんかいい会話ができる、普通のことを普通にできる人って意外に少ないのよね。そうなんですよ、ね、どこでも別にこの業界に限らず、うん、ね、本当にね、いいお嬢さんでね、辞めてしまうのが残念でございます。本当ですね、はい、続きましてはこちら、世良正則さんの愚痴いただきましたのは、はい、明石市は、神津生き埋めネーム、おい、27周目ロケットタイム、おい、挑戦してます。はい、はい、もう一度いきましょう。世良正則の愚痴、いまだに宿がないんだ。おいらは宿なし。かっこいいのかどっちなんだろう。セラさんね、もう何のこっちゃ分からへんよね、あやちゃんね。うっそ、うっそ、そらそうよ。セラマサノリさんって言われても分からへんよね。私、セラマサノリさんのラジオ毎週なんか楽しく聞いてた。かっこいいこの人って思ってた。ね、好きだった。セラさんね、もう違うんですよ。違うんだ。はい、続きましてはこちら、綾部市の彼からいただきました。はい、バンドエイジの愚痴。儲け話があるでいい。それ愚痴なの。愚痴っていうかお誘いよ、ね、普通なの。お誘いよ、普通て。奈良県はペンネームピッカピカード館長からいただきました、元阪神掛布の愚痴。この間山下教師に間違われたよ。もうおにぎり言うな。PS もういっぱいいっぱいやね。すごい受けてる。あら、意外。いいのよ、笑って。いいのよ、笑って。ねえ、山下清じゃないわよ。ねえ。本当に偉い受けてますね。意外ですね、うん。続きましては、こちら、枚方市はペンネーム、大阪銀梅さんからいただきました。サブちゃんの鼻に住んでいる鳩の口。はい。僕は笑われるためにここに住んでるわけじゃないぽ。そうだったんだ。ごめん、もう笑わないよ。笑わないね、うん、あ、今ね、壺のね、すんごい前をチュッてかすった。かすった、うん、来た、久しぶりに来た、シール、うん、シール上げてみましょう。あ、さっきのね、掛布の、うん、掛布さんの愚痴もね、うん、あやちゃんがこんなに待ってるから、シール。続きましてはこちら、京都府はペンネームつながりボンドさんからいただきました、うん、森久美子の愚痴。あ、また2キロ増えてるわ。え、シンプルだけ、ね、あんまり分からない。分からないよね、全然分からない、分かんない、全然分からない、分かんない。はい、次は奈良市は来てますね、うん、ペンネームレイピョンはいい子やの、うんこビチビチ。あら、今日いないのさ、今日いないのさ。香取慎吾くんの愚痴。俺がスマップの香取慎吾ゾナー。うん、よし、今年はこれでいこう。怖っ、ね、おはーがこのゾナいっちゃうんだ、ね、もうどうしましょう。続きましてはこちら、大阪市はペンネームオロチマルからいただきました。久しぶりですね、うん、高田真由子の愚痴。
東大卒は私一人で十分なのよ。聞くか霊子め、あ、聞くか霊め。怖っ。ああね、頭の良くなるレシピっていうご本を出されてるそうで。そうそう、出しましたよ。ね、昨日ね、お仕事ご一緒したんですけどね、うん。本当にね、頭良くて美人ちゃんでね、可愛くて。なんかテーマ二物って与えるのね、みたいな感じね。ね、悔しいぐらいですよ。でもきっとなんかあるわ、意外にドジだったりとか。そう、私はね、実は掴んだのよ。言えないけどね。ずるいずるい。番組をご覧ください。はい。過去会社ペンネーム、ブルーアイズホワイトドラゴンさんからいただきました。野口五郎の愚痴。下田、裏番組ヒーローやったんや。もういいからいいからいいからもう ね特集特集、ね、特集いろいろよ。ありますシール、はい、はい、続きましてはこちら、兵庫県ペンネーム、ねうん、顔にかけてもいいですかからいただきました。はい、なんで見るんですか。ですよね、ですよね。はい、しました。深夜2時家に帰り一人になった時の藤井隆の愚痴。三四清志、さんま紳助、ダウンタウンナイナイ、今田東の、ココリコロンブ、そして藤井隆。まあこんなもんかな。何よこれ。わかんないわよ。吉本名簿ってことかしら。いや、こんな中に入れただけで十分です。あ、そうです、ね、嬉しいです。最後です、うん、亀岡市はペンネーム、あいゆえにアッザムリーダー、うん、アイウェイにアッザムリーダーさんからいただきました。うん、コーズさんの愚痴。何？キシメンが飽きたから明日からカレーキシメンにしよ。もうあのね、太った人がね、なんか夜食べたメニュー聞いたらね、はい、キシメンとね、白ご飯とかまぼこ、はい、アホちゃうかみたいなメニューを食べてんのよ。で散々ね、アホちゃうか、はい、アホちゃうか言っとったらね、愚痴でね、カレーキシメンにしよ。愚痴なんだ。てっきりコーズさんの愚痴っていうから私たちのことをね悪く言うのかと思ったら、キシメンなんだって。ちょっと今のシール、シール、夜ご飯の話よ。なんなの、それ愚痴なんだ。シール、シール、カレーキシメン、今度ね、大きくうなずいております。笑顔でございます。ちょっと可愛い。以上でございます、はい、皆様からの愚痴をどんどん募集しております。宛先は郵便番号 530-8304、 俺たちやってます。水曜日、野口五郎のコーナーです、以上、野口五郎のコーナーでした。さあ、ここで曲に行きましょう、はい、15歳のね、神戸市は寺岡博士くんからいただきました。ありがとうございます。私、藤井隆で愛も変わらずです、うん、ファックスは最高。ところがすいません、もう本当にお時間がなくなってしまいまして、うん、もう今日はね、藤本彩ちゃんのおかげでもうどんどんおしゃべりしちゃって、うん、そうですね、時間がなくなっちゃいました。ファックスね、たくさん送っていただいたんですが、本当にまた紹介させていただきますので、ぜひぜひ来週もね、送ってください。送ってくださいね。さあ、今もね、現在もカメラが回っております、うん、藤本彩ちゃんの密着特番、これは何かというと、はい、4月の13日夜7時から2時間お送りしますスーパーフライデー、毎日放送からお送りしますね、うんうん、4月の13日夜7時2時間スーパーフライデー、これ一緒にね見ていただいたら、うん、このラジオの模様もねちょっと入ってますので。そうです、あやちゃんのね密着番組でございますよ、ね、ぜひ見てもらいたいもんですよね、うん、はい、さあ、あやちゃん3時間今日お付き合いいただきましたが、いかがでした、はい、ラジオ楽しかったです。何や、なんか3時間が短かったです。いや、3時間が短かった、はい、あっという間の3時間でした。あっという間の3時間でした。あら、それはじゃあ楽しんでもらえたってことですよね、はい、よかった、またこれに懲りずね、またぜひゲストに来てください。そうです ね、こっちもなんかもう新鮮な気持ちになりましたよね、うん、なんかあったかい気持ちになりました、うん、心が現れましたよ、本当に。今日はエロコーナーもね手伝ってもらって、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。4月の13日夜7時からスーパーフライデー、藤本彩ちゃん密着特番でございますので、はい、ぜひご覧ください。1月の10日にはですね、うん、これビデオね、はい、オニーキャニオンさんから、タイトルはアドレスでいいんですかね、はい、はい、こちらも出ておりますので、ぜひビデオ見てくださいね、写真集ハッピーと合わせて、はい、ぜひご覧ください、こちらでございますね、はい、よろしくお願いしますね、はいはい、もうなんかね全然あやちゃんがね、うん、前出ないのね、勝手に僕がなんかもう宣伝部長みたいな感じで、そうそう、宣伝部長、マネージャー会あやちゃん言ってます、よろしくお願いしますね、皆さんのね、ファンの皆さんどんどん増えてくれたらいいなと思っております ね、うん、また本当に遊びに来てくださいね、はい、ありがとうございます。はい、でここでお知らせなんですが、来週は原ふみなちゃんがゲストに来てくれるそうですよ。来た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 、女神舞い降ります。もう今週と先週、あ、今週と来週はもうえらい違いの、ね、うん、内容になると思いますが、来週も ね引き続き聞いていただきたいと思います、うん、そうですね、はい、もうお別れの時間になってまいりました。あっという間でございました。本当に、ゲストのね藤本彩ちゃん、これからね頑張りますからね、はい、応援してもらいましょうよ、はい、
お母さん聞いてくれてましたかね。来週はね、あのレイペ戻ってきます。はい、だダブル対決ということで。そうですね、楽しみでございます。はい、というわけでお別れでございます。お相手は藤井隆と林原めぐみと藤本彩でした。お、ちゃんと言いましたね。はい、また来週、はい、また来週聞いてください。